あ、移動中ごめんね。バカありがとう。王権タンメン久しぶり。久しぶりだね、王権タンメンね。声大丈夫？音量とかのボリュームどうですか？ちょっといろいろセッティングさせてください。準備だけさせて。ハートプレゼントありがとう。おお、キングパッチもいらっしゃい。音声映像大丈夫ですか？音声映像問題ない？ちょっといろいろセッティングをさせてください。音声映像問題なかったら教えて。大丈夫？大丈夫？おお、ニンニンお疲れ。オッケー、はいはい。なんか、あの、音の不具合とか映像の不具合で、あの、出るかもしれないから、そしたらすぐ教えて。今日ね、ちょっと、あの、いつもと違う環境で放送してるんで、ズレが出るかもしれないんだよね。なんか、プツプツになったりとかしたらすぐ教えてください。待ってた、ありがとう。はい、音声映像問題なしということで、じゃあ始めますか。皆さんこんばんはか、こんにちはか、なんか夜の気分だね。今日はですね、2018年の12月の11日、14時7分です。ワドと申します。まあちょっとね、11時過ぎに、あの、今日は人が、ゲストが来るんですけど、まあそれはそれで置いておいて、ちょっと、まあ、いろいろと、みんなとお話できたらな、っていうふうに思ってますので、まあ、1時間近く、しっぽりと楽しんでいってもらえたらな、なんて、思ってますね。で、まあ、僕はさ、配信を始めて6年ぐらい経つんですよ。もともと、ニコニコ生放送で、ニコニコ生放送っていうサイトが、あって、でそこで配信をするのを生主って言うんだけど、で、当時ね、ホームレスだったんだよね。で、まあ、会社経営とか、まあ、個人事業とかいろいろやってたんだけど、それも全部ダメになっちゃって、でホームレスとかネットカフェ難民とかみたいな状態になっちゃって、で、まあ、そっから紆余曲折あって、配信を始めたのが、2013年のね、13日かな、2013年のね、夏にね、配信をやろうかなと思って、それで配信を始めたんですよ。で、まあ、当時はね、こういう今放送を見てもらってる投げ銭システムとかなくて、まあ趣味でやる人がほとんどだったんだけど、中には、1万人とか数万人人を集めることができる人はさ、一部のそのファンの方から支援を受けて生活してるっていう人はいたんだけど、それはごくごく少数だったのね。でも、配信っていうのをやってみて、やっぱりその集まる人の人数がものすごく多いし、活気があったし、新しいこのビジネスモデルになるなと思って、で、今、もう、その時はもうすでに YouTuber でヒカキンとか有名だったから、今始めても遅いなっていう風に思ってて。で、YouTube 自体はさ、実は黎明期の頃にずっと活動してたことがあったの、1年間ぐらい。それでね、新しいことを、どうせやるんだったら新しいことにトライしようと思って生主を始めたんだよね。で、まあ、生放送っていうので、なんか新しいビジネスモデルを組んで、まあ
あの生活ができるようになったらいいなと思って、どれくらいかな、3年半ぐらい頑張って放送をやったんですよ。3年半ぐらいニコ生でやりました。でね、結果としてはね、生放送やって、人は集まるようになったんですよ。フォロワー数、ふわっち言うとこのフォロワー数っていうのを、ニコニコ生放送だとコミュニティ人数っていうんだけど、それも5、6千人集まるようになったし、閲覧もね、500人から1000人ぐらい来てもらえるようになって、で、知名度も上がって。でも結果としてさ、仕事にすることはできなかったんですよ。自分の実力が足りなくて。で、一回心が折れて、3年間頑張って本気でやって、で、仕事にできなかったっていうことはさ、やっぱ男としてはさ、才能がないっていうことで見切りはつけないとと思ったんだ。で、もうやめようって思って、で、一旦やめようと思ったんだけど、3日ぐらいしたらさ、どうしてもやっぱり配信が好きで好きでやめられなくて、で、配信を続けることにしたのね。趣味でもいいから続けようと思って。それがね、ちょうど配信を始めてから3年半経ったぐらいの頃かな。ちょうどね、今コメント書いてくれてるニンニが出会ったのがその時期だよね。もっと前からだったかな。ちょうどね、その時期ぐらいにね、ニンニは見に来てくれたんですよ。ニンニのコメント反映されない。このニンニがね、ちょうどその時、FC2 でもちょろっと配信とかやってて。で、ひょんなことから、ふわっちっていうサイトを知ることができて。で、ふわっちで、おい、ボン、お帰り。ふわっちを、ふわっちっていうサイトが、なんかこう盛り上がってるっていうかね、盛り上がってるっていうわけでもないんだけど、なんか新しいサイトができて、投げ銭ができたっていう噂があって、で、ニコニコ生放送で有名な配信者は香川さんとかが有名で、香川さんがもういち早くやってたんだよね。あとはね、ツバニャンかな、ツイキャスのツバニャン、あと金映えさん、金映えさんその頃やってたかな、あと石川紀之さんもやってて、で、結構話題のサイトで、でも人が集まらなくて有名だったの。全然人が集まらないけど、投げ銭も今の感じじゃないの、花火とかも。どういうサイトだったか知らない人も多いと思うから、その頃のこと説明するとね、みんな何しに来てるかっていうと、リスワンってあるでしょ？リスワングランプリ、今のあるやつ。あれ、30人が1人1万円もらえるサイトだったのよ。だから、投げ銭を取りに来てるんじゃなくて、ふわっちみんな最初何しに来てたかっていうと、リスワンを取りに来てたの。たった一日だけ大手が放送したら1万円もらえるから。今じゃ考えられないでしょ。今じゃ全然考えられないと思うんだけど、みんな1万円もらいに来てるの。で、本当に1万円もらえたって言って騒いだ。で、俺はね、ちょうど天岐阜をね、お金に変えたくて。でもお金に変える方法がわかんなくて。で、ニコ生の大手のね、エセアカさんっていう配信者がいるんだけど、エセアカさんがふわっちやってるよって、僕の彼女が教えてくれて。で、あ、じゃあ、エセアカにコメントで聞いてみようって言ったら、エセアカが教えてくれたんですよ。天岐阜ってこういうオークションサイトがあるから、ここはすぐお金が手に入るよ。こっちのサイトだと課金、時間がかかるけれども、値段は8割ぐらいだよとか、いろいろ教えてくれて。で、そのコメントを書くときに、ふわっちのアプリをダウンロードしたんですよ。で、まあ、いろいろあって、ちょっとのんちゃんと一緒にやってみようかって言って、だから最初はね、のりこと彼女とね、一緒にね、配信をスタートしたんですよ。で、それが閲覧250人ぐらい集まったの。ニコ生の人だって、ニコ生の和道だって言ってくれて、ふわっちの人はね、ニコ生あんま見ないんだけど、わーって、ふわっちやってよって言ってくれて、で、正直言うとね、俺はね、ふわっちでお金を稼ごうっていう考え方あんまりなかったんですよ、最初は。で、最初はなくて、で、どういう風な理由できたのかっていうと、ニコ生をやめて僕ツイキャスに移動してたの。で、ツイキャスに移動してたんだけど、ツイキャスに移動して1、2ヶ月ぐらいやってたんだけど、最初ね、ツイキャスでね、500人ぐらい人が安定してきてたの。同時閲覧数で500人とか
来てて、あ、うまくいったなと思って、じゃあツイキャスでやってこうと思ってたら、あのおすすめ規制になっちゃって、アンチの通報数が多くて、まあその頃から相変わらずアンチは多かったから、でアンチが多くておすすめ規制、虚偽通報でおすすめ規制になって、何も悪いことしてないのに、ずっとそっから何ヶ月も申請飛ばしてもおすすめ規制が解除されなくて、でどん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 閲覧が落ちていって、最終的には閲覧50人ぐらいになっちゃったの、固定で来る人が。でもさ、よくよく考えたらさ、ふわっちに来たら、もともとほらツイキャスってお金稼げるサイトじゃなかったから、ツイキャスに来たら200人ぐらい集まってもらえたから、すごいウェルカムモードだったからさ、その当時のふわっちは、あ、じゃあここでメインの拠点ここにしようかって言って、でそれがみんなとの出会いなんですよ。それがみんなとの出会いで、最初はさ、すごいみんなよくしてくれて、で俺ふわっち来て本当に良かったな、あー、オルフレンありがとう、そうそういらっしゃい、楽しんでて、でふわっちに来てすごく良かったなってね、そそと出会ったのは捨て頃ワンの頃だよね。で時代が変わったんだよね、ゆっくりゆっくり、そう、稼げる配信者が稼げるっていう時代が来て、で俺も作業所って言って、障害者のね人が働く場所で、アルバイトみたいなもんなんだけど、その作業所で働きながら、ふわっちでやったりとか。で、作業所辞めるときもすごくね、悩んだの。一日6時間ぐらい働いてて、平日。昼休みになると、便所太郎さんが楽しそうに配信やってんの。その頃ももう便所さん、配信やってたから、ふわっち。で、ふわっち、昼休憩で便所さんがやってるのを見て、花火が上がったりさ、アイテムもらってるの見て、今そのふわっちで10万円ぐらい稼がせてもらってると、でアルバイト料で6万か7万もらってると、それで生活ね保護抜けられるけど、どうやってやったらこれもったいないなと思った。で会社の社長に相談して、映画作業所の、こうこうこういう理由でチャンスだと思ってて、でも怖くてやめらんなくてって言って、そしたら社長がオーナーさんを紹介してくれて、オーナーに話した方がいいって言って、でオーナーさんが1時間も2時間も親身になって、真剣に話聞いてくれて、でその時にそのオーナーさんが言ってくれたのが、君は会社辞めるべきだって、休止っていう感じで考えてるっていう相談だったけど、会社一旦辞めなさいって言って、で必ず会社やってるっていうことは足かせになるっていう、で人生に来るチャンスっていうのは何回も来るもんじゃないんだよって、で君どうしても今やるべきことだって思ってるんでしょって、やりたいんでしょって、だったらそれに集中するべきだよって、で本当に一生懸命トライしてみてダメになったら戻ってくればいいじゃんって、その時迎え入れるからって、だからいつでも帰れるっていう状態じゃなくて、一回やめるでやってみるっていう決断をすべきなんじゃないのっていう。でそのオーナーさんがさ、実はさ、高橋歩さんとかとさ、一緒に事業とかされてる、結構、ベンチャーで、若手でベンチャーでいろんな事業やってるオーナーさんで、すごいかっこいい人なんだけど、なんかサーファーで、うん。で、なんか、そういう風にすべきだよって、トライすべきだよって言ってくれて。で、それで腹くくって、じゃあ、ふわっち一本でやってみようかって思って。うん、で、そっからはまあ、説明する必要はないよね。大丈夫だよね。うん、そう、もうそっからはもう本当にみんなから囲われて、うん、ふわっち1、2を争う人気者として、まあ、今に至るわけなんですけれども、まあまあまあそんな経緯があって、僕はふわっちを始めました。でね、やっぱりね、お金を稼ぐとすごくいい部分と悪い部分っていう部分があって、純粋なそのお金が絡まないっていう楽しみ方っていうのはなくなったんだよね。それはよく話すんだけど、お金が稼げるようになって趣味としての楽しみっていう部分はやっぱり配信者の中でみんな減っていってる部分、責任とかあるわけじゃん、お金を稼ぐことによって。でなんていうのかな、その代わり捨て頃っていうそのイベントとか、便所太郎さんが
こう配信者を集めて興行を打つんだって言って、あとテルチャンピンとかも歌うま選手権とか頑張ったり、各各々の配信者が自分がやりたかったことっていうのをお金を稼ぐことによって、そのイベントだったりとか、そういう新しい形、まあ東郷さんとかのイベントにもご招待していただいて出演していただけたんだけど、俺昔バンドやってたからさ、あの新宿のさロフトに出るっていうのはバンドマンの頃の夢だったのよ。でバンドマン辞めた時にもう諦めた夢だったのよ。もう絶対ロフトの舞台には立つことなんかないだろうなって思ってたのがさ、まさかひょんなことでさ33歳で17歳19歳ぐらいの頃のね、いつか立ちたいななんて思ってた漠然とした夢だったから、10年越しにこんな周り巡り巡って回ってくるんだなとか思ったりとか、まあふわっちがさ俺の人生を変えてくれたんだよ本当に。まあもちろんね、その旅企画であったりとか、トークライブのイベント、それこそロフトプラスワンっていうところでやりたかったっていうイベントが頓挫しちゃったりとか、いろいろその自分の力不足でさ至らない点がすごく多くて、すごく応援してねくれた人をがっかりさせちゃったっていう部分は今でも悔いてるのね。いつかその当時の俺には本当に力がなくて、それをできることができなかった、トライしたかったんだけど、諦めちゃった。でも今でもその着々と諦めてないっていうか、まだ力つけてトライしたいっていう思いはいろいろとあるのね、正直な話。いろいろある。で俺がね今一番その考えてることっていうか、これからその配信自体っていうのがさどういう風になっていくのかっていうのをさ、前から話してることなんだけど、また改めて話すとさ、昔さブログとかミクシーとかが流行ってた頃の時代知ってる人ってこのリスナーさんの中にいます？年代的にもう知ってるよって、ブログとかすごい流行ったの知ってるよっていう風な人とかがいたら、手挙げてもらってもいいですか？ブログがすごい流行った、ミクシーとか流行ったっていう、ネットの結構黎明期っていうか立ち上がりの半ばぐらい知ってる？ナンシーとか。あ、もともとねブログってあの配信ニコ生と同じで素人文化だったのよ。高校生とか女子高生とかが日記を書くっていうのがブログだったのね。でブログっていう新しい文化が生まれて、今ではねアメーバブログが一番有名だけれども、昔もっとブログいっぱいあったんだよね。それこそライブドアとかもブログ早かったし、ライブドアが一番早かったんじゃないかな。ハテナブログとかさ、いろんなサイトがあったの。で、全部無料だったのね。お金を稼ぐっていう文化じゃなかったの。だけど、後々ムーブメントっていうのが起こっていくんだよ。盛り上がっていくとね、閲覧数、要は見る人の PV 数って昔は呼んでたんだけど、100万人とかになっていったりとか、もうすごい、その見る人が増えていく。でそっから作家になった人とかさたくさんいたでしょ。で今度何が起こったのかっていうと、素人とか高校生とか、実はだから配信者で有名な深夜っちょって有名ブロガーなんだよ。みんな知ってた？17歳の頃ブログで超大当たりしてるんだよ。有名ブロガーなもともと。だからネットでの配信者の活動よりもネットの活動すごく長い深夜っちょは。だから意外と知らない歴史があるんだよね。結構配信だけじゃなくて長く活動やってる。金梅さんはね、ブロガー。金梅さんはもともとね、2チャンネルっていうサイトの掲示板で、今みたいな、その面白いの活動をやってて、今から何するって言って、実況したりとか。で、ブログに移転したりとか。そう。で、突如急に生放送でやり始めて、気違い配信者として有名になった。で、俺が何か言いたいかっていうとさ、今さ、ブログの閲覧数もすごいわけじゃない？ブログを見る人の数は多いでしょ？ブログ見てる？今でも。誰かのブログとか。たまに見るでしょ？みんなも。だけどさ、見るさ、ブログってさ、芸能人とかプロの人ばっかりじゃないですか。延長してます。どう？素人のブログとか見てる？女子高生とかさ、高校生とかのブログって見ます？見ないでしょ？これね、YouTube もそうなんですよ。YouTube ってもともとね、違法サイトだって言われてた。違法サイト。テレビのコピーを
脱サイト、アイテムありがとうございます、うん、アイテムをそのもらうサイトだ、あ、アイテムをもらうサイト、何の話してんだ、ちょっと待って、アイテムもらったらアイテムに釣られていった。アイテムありがとう。もともと、YouTube とかも動画投稿系男子って呼ばれてたの。動画で日記をやる人って言って。全然流行らなかった。で、YouTube なんか違法サイトだって言われてたんだよ。ニュースとかで叩かれてんの。うん。ちょっと、舞ちゃん、今大事な話してるから、ブロックするよ。警告1。警告1ね。舞ちゃん、空気読んで。空気。ブロック入れたくないから、大事な話してるから。舞ちゃん、警告1ね。わかった。次、ブロック。うん。ちょっとイライラさせないで。イライラさせないで。うん。で、プロの人が入っ、今、じゃあ、ブログはみんなプロばっかりでしょ。ね。で、YouTube どう？ YouTube。YouTube もさ、今芸能人で誰がやってる？知ってる人書いてみて。YouTube。YouTube でどんどん参入してきてるでしょ。誰がやってる？今 YouTube。知ってる人書いてみて、みんなが。梶原さんね。キングコングの梶原さん、ヒロシさん。いいね、ありがとう。あと誰いる？スマップの中居くんが参入するってニュースになってたっけ？なんかそういうなんかニュースあったよね。うん、ね、元スマップね。うん。あと、ホンダ、なんだっけ？ホンダ何さんだっけ？そうそう、今中居くんがニュースに行って、この前ネットでニュース読んだよ、俺記事。つよしさんね。うん。あ、コッツさんありがとう、オーナメント。うん。うん。まあ、石田隆文はちょっとわかんないですけど、うん、家石田隆文はちょっとわかんないですね。ごめんなさい。うん、まあ、っていうようにさ、お金が儲かるようになると、芸能人が入ってくるんですよ。芸能人が。うん、芸能人が入ってくる。うん、YouTube からいらっしゃい。楽しんでってください。で、蓋を開けたらどうなるのかって想像つく。ブログでさ、女子高生のブログとさ、芸能人のブログさ、みんなだったらどっち読む？ YouTube だったらさ、芸能人の YouTube と素人がやってる YouTube どっちを見る？みんなはどう思う？今後、3年後、4年後、5年後。これはあくまで俺の推測なんだけれども、ヒカキンとかはじめしゃちょーとか、もう最初に、一番最初に有名になった人は生き残ると思うの。でも最終的に過疎 YouTuber とか中堅 YouTuber みたいな人たちは駆逐されていくと思うんだよ。じゃあラークさん、素人のブログとか読んでる？今女子高生が書いてるようなブログとか読んでます？ラークさん、芸能人のブログを読むことの方が多くない？圧倒的に。まあみんなはね、でもネット文化が強いからね、読むかもしれないけど、でも一般大衆っていう人を考えた時に読まなくなるでしょ。で、俺は YouTube は5年後、6年後、長い時間を見て、多分ね、ほとんど芸能界ばっかりになると、俺は思ってるんですよ。メインストリームはそっちに移動する。で、問題はね、そこは別にどうでもいいんですよ。なんでかって言ったら、俺はブロガーでもない。俺は YouTuber でもない。うん。ねえ、三原さん、そうだよね。だから、自分は大丈夫。配信でやっていける。ただね、俺は、ここ最近1年ぐらいすごく悩んでたことがあるんですよ。それは何なのかっていうと、配信が今、100万円稼いでる人が何人いる？100万円稼いでる人が1ヶ月でね、ふわっちの中で多分100人超えてるんですよ。芸能人が入ってこないはずがないと思ってるの。俺は。正直言うと。配信にもそろそろ芸能界参入してくると、俺の読みではそう思ってる。みんなはどう思う？みんな芸能人入ってくると思う？俺は入ってくると思う。
で、なんだかんだやっぱり芸能人のアイドルの女の子と配信者のネットアイドルって呼ばれてる配信者の可愛いは次元が違うと思う。芸人さんの面白いっていうのとやっぱり雑談配信者の面白いって根本的に違うと思ってるのよ。で、今はさ、みんなはどう思う？芸能人入ってくると思う？うん。淳さんはね、実は2チャンネラーなんだよ。古くからのね、ネット文化をよくわかってる人、実は。もともと2チャンネル出身で、配信も長いんだよね。だからね、どちらかっていうと、ちょっと特殊な芸人さんタイプかもしれない。ネット文化に強いんですよ。うん。ふわっちがね、衰退していくんじゃない？俺の読みだと、普通の中堅配信者、過疎配信者みたいなのが淘汰されていって、要は、ふわっち自体は儲かっていくんだけど、芸能人が力をつけていくっていうのが、俺の読み。うん。うん。だからね、俺はその時に力のない腕のない配信者っていうのはどん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 人気商売だから、そう、売れない芸能人。要は、テレビで、仕事がなくなっても個人でピッてできるようになるから、俺は芸能人の人がやり始めると思ったの。で、正直言って、ネームバリューがある人だったら見たいじゃん。ネームバリューがある人だったら。初めて見るでしょ。つまり、過疎配信者、なんだかわからない、うだつ上がらない子が始めるチャンスの確率と、もともと有名で芸能人が始めるチャンスの確率を考えたときに、絶対にチャンスが狭まっていくと思ったの。だから芸能人圧倒的有利っていう話がしたかったの。っていう危機感があったの。これから芸能界入ってくるなって。で、正直に言う。石川紀之さんとか、コレコレさんとか、それから便所太郎さんとか、3倍目ヒカルくん、金梅さん、ヨスさん、このあたり生き残る。中堅配信者、生き残らないと思う。これが俺の読み。そう、要は大手配信者は配信でずっとレジェンドとしてやっていけると思うんだよ。だけどね、中堅どころ500人3桁をうろうろしてるあたりから下の人たちはどんどん過疎になっていって、だってみんな、例えば配信者の方、ラークさんとかいるけど、本田翼が配信始めたら勝てると思います？勝負できます？江頭2時50分さんとかが配信始めたら勝てると思います？で、俺はそこで勝てるっていう人は、勝てるって言って説得力があるのは、石川紀之さんとか、要は配信の文化に強い人だと思ってるの。で、俺は淘汰されると思ってるの。でね、そう、すごくいい質問ありがとう、ブルボンさん。俺は負けると思ってます。俺は、金梅さんを生で見て、よっさんを生で見て、のりゆきさんを生で見て、俺はこの世界本当に大好き。配信で人生変わった。配信は大好き。配信は一生続けたいと思ってる。でも続けたいと思っていても淘汰されるなっていうふうに思ってるんですよ、僕自身は。そこでどうやってこう活動していこうか、どういう風にしようかって思ってるんですよ。ね、ポテンシャルとかね、要はね、山田部長ね、若さはいいのよ。ここで、いや、俺できるよって。俺できるよ。でもね、俺33なんだよ。若い時はできるの、それが。俺は面白いから、絶対天下取ってやるから。でもね、30になると見えてくるものがある。自分の実力、自分のポジション、自分の役割。自分のことは自分がよく見えてる。で、確かに200人集まってね、見てもらってることはすごくありがたい。でもね、冷静に言うんだよ。そう、転換期の話、素晴らしい。転換期、その通り。冷静に考えて、芸能人、江頭さんと肩並べて気違いやられたら終わりだよ。トークができるって言ってるけど、芸能人が配信のコメントさばきに慣れて、本意気でネタやられてみ？無理だよ。うん、無理だよ。生き残れるのは本当にごく一部で、その時代が来るから、俺はこれをみんなに伝えたかった。もうすぐその時代が来る、うん、その時に俺は多分3年は
なんとかみんなにね、こう可愛がってもらう自信はある。で、閲覧も100人そこそこかもしれない。だけど夢がないよ。大物芸能人来ないかな。俺は芸能界の人は降りてくると思ってる。来ない？まあ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 いいや。来るか来ないかの議論っていうのは置いておこう。ちょっと俺の気持ち聞いて、 DV マヤさん、ガローさん、一旦それ置いといて、芸能人が来るか来ないかじゃなくて、俺がそう考えてるっていう仮の話でいい、うん、うるせえなバカ野郎。さっきお前忠告したじゃねえかよ。お前聞いてんのかよ。お前よ、名古屋のキングとかドカソの話なんかしてんねや。てめえ、お前次本当にブロック入れっかんだこの野郎。はい、お前本当に売名うぜんだよこの野郎。ちょっと黙ってろ。あ、皆さんすいません、次ブロック入れるんでこの前が売名入ったら、うん、そう、まあキャリアでカバーできるとかいろいろあるけど、で俺が考えたのは、芸能界が来るのは確定してると仮に考えたと、うん、そしたら勝てないと思う俺はね。俺は大手の人は勝てるよ。そこで勝負した時にプレイヤーじゃん。要はタレントさんと配信者って近い存在だから、プレイヤーだから、その時に勉強もできて、配信のことを橋渡しにできる役割っていうのが必要だっていう風に思ったんだよ、俺自身が。その時に思、それが俺の中での断肝塾の、つまりね、配信者のいいところと芸能人がまだその配信っていうものが興味はあるけどなんだかよくわからないと。だけど芸能界が YouTube を始めたりとか、今転換期なの。だからどん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 芸能人の方が入ってくる。俺だって嫌だよ。だって自分たちのね、食いぶちがなくなっていくわけじゃん。だから正直言って、俺は本音を言ったら芸能界の人には配信来ないでくれっていう気持ちはあるの。でも来るのが確定だったら、そこをやっぱり自分の役割としてできるところっていうのを考えて、それで北郷さんとかダンカンさんとかとその番組を作る際に、その配信者とコラボさせていただけませんかっていうのが断肝塾だったので、断肝塾今でもやってるんですけど、うん、まあみんなはこの時点でどう思う？芸能人とか来ないと思う？俺は来ると思う。でその人たちが100万1000万稼いでいって、素人の人たちがいなくなっていくだろうと思う、うん、そう、俺は芸能人の人が入ることによって見る人の数、要はリスナーの数が爆発的に増えると俺も踏んでる。来ると思う、ペンペンさんも、うん、で俺はそんなに遠くない未来だと思う。俺はね、やっぱフワッチがきっかけだったと思うの。楽しんごさんであったり、マッハさんとかさ、カズーンさん、カズーンさんって俺ボクシング教わったけど世界7位なんだよ。あの人太平洋を2冠取ってるぐらいのもうチャンプなんだよ。そういうさ、実力、俺らはさ何でもないじゃん、ニートじゃん。いやいやいや、来てるんだよ、来てるの実際、うん、だから俺は今の流れはゆっくりゆっくり来てて、まあまあ芸があるか芸がないかっていう問題は別問題として、俺は来ると思うよ、ゆっくりゆっくりで、徐々に徐々に大物が来るんだと思う。本田翼も後乗りだったじゃん。でも本田翼はあのタイミングすごいと思ったよ、うん、小島レベルって誰？小島って誰？芸能人の小島って誰だろう、うん、生放送配信が俺はね来るって呼んでるんだよね、うん、でじゃあまあまあその時代は共有できたっていうことで OK。 まあ来ないって言ってる人もいるけど、みんなが来るのか来ないのかっていうのが知りたいな。じゃあ来ると思う人手挙げ。芸能人が配信をやり出す時代が来ると思う。あ、小島よしおか。そんなの関係ねえの人ね。はい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 。でも小島よしおが来たら売れると思うよ俺、うん、来られたら困るよね、うん、小島グランプリはもう芸能人じゃないわ恥ずかしいよ、うん、誰っていうレベルだ、うん、まあ特殊だけれども来てるのは事実じゃん。来てるのは。だから俺はそういうことを考えたときに、正直そういう人たちと勝負をしたときに、まあもちろん戦いたいっていうのはあるよ。まあ6年間喋りでやってきてるわけじゃん。雑魚とはいえ、中堅の意地はあるよ。中堅の意地は。うん、バカありがとうございます、ガローさん。うん、でそれじゃあダメだなと思って、
自分のスキルを身につけないと思っとうと思ってやったのが映画だったんですよ。要は映画配信者で映画を始めることによって、いよいよ本題に入ってくるんだけど大丈夫かな。芸能人の家雑、例えば誰が見たいですか、エリンコさん。例えば、うん、例えば誰が見たいですか。そうだね、ツイキャスでは論文の厚さんが家雑やってるね。例えばみんなが見たいと思う芸能人の人誰。例えば俺来るか来ないか分かるよ大体、うん、みんながあこの人の家雑だったら見たいなっていう芸能人誰よ。売れそうっていうか、あ、江頭さんね。でも江頭さんすぐバンになると思う。江頭さんは売れると思うけど一瞬でバンになると思う。まあ自分の、そうそう、例えばまあ自分の好きな芸能人だよね、うん、向いてる人って。タモリさんやんねえだろ。タモリさん多分ガラケーとかじゃないの、わかんないけど。爆笑問題ね、あ、お、爆笑問題は面白いだろうね。うん、松本人志、うん、いや松本人志は厳しくねえか。テレビ界でドンやってる人は来ないと思うけど、水道橋博士ね。俺水道橋博士が YouTube やってるから俺あると思うよ博士は、うん、そうサンドイッチマンの伊達さんね、うん、まあアイドル系だよね、うん、過去様は芸能人じゃないよ。あのもうね、ほんとね、あのね、不謹慎トング不謹慎。お笑い芸人だけじゃない、要は芸能人だから、歌舞伎役者、宝塚、俳優、もう全部だよ。だって格闘家も芸能人でしょ。文化人も含めてあると思うよ俺は。あ、ガクトの家の中面白いね。ガクトコインについて質問したいもんね、うん、っていうようにさ、これから多分いろいろあるんだよ、うん、今のはね、あの注意ですね、警告です。ユリアンさんわかんないな、うん、トランプ大統領ツイッターじゃないの、やるとして。うん、3時に来るのは全然別問題、全然関係ない。で、俺が話したかったのは、まあ俺が配信始める経緯と、で俺がなんで映画を撮るのかっていう、こっから本題になるんだけど、映画の話になるんだけど、映画っていうものを撮って流れを変えたかったの。多分ね、俺便所さんにもあると思うの、配信がいつまでも続くもんじゃないっていう。俺は危機感がある、今いい思いしてるけど、今食わせてもらったけど2年半、もうこれは長く続かない。はっきり言って、どんだけピークに行っても自分の賞味期限は俺あと2年だと思ってんの。どんだけうまくいっても食えるっていうレベルが。でその時に2年間、ああ俺は稼いでるよ、俺は閲覧すごいんだよ、俺ネットで有名だよ、街で声かけられんだよ、サインもらえんだよ、俺閲覧何人だよって、まあなんとかの深夜食堂、あ、ごめんごめん、ね、そういう人っていっぱいいるでしょ、勘違いしてる人って、うわーって、もうちょっと人気が出ただけで天狗になってる人いっぱい見てきたでしょ、みんなすぐこれになる、そういう人たちを見た時に、ああもう危ないなって、こうなったら5年後6年後淘汰されるなって、一緒に飲まれて死ぬなって思った。だからそうならないように新しい流れとか新しい風を吹かせていかないとと思って、で自分がやりたかったことなんだろうっていう風にリンクした時に映画だったので、子供の頃さ、初めてさ母親にねだって買ってほしいって思ったのがビデオカメラだったの、ソニーの中古だったんだけど6万円ぐらいしたかな、結構高かったと思うんだけど、母親がどうしても欲しいってもう半年ぐらいただこねて、そうでカメラ買ってもらって、ずっとカメラ小僧だったんですよ。でその配信でやりたいこと1個夢を叶わせてもらったわけじゃん、ロフトでね、東郷さんのおかげで、便所さんのおかげでこう夢の舞台に立てたりさ、捨て頃っていうその格闘技のイベント興行っていう形でみんなの前で負けちゃったけど、すごくいい経験をさせてもらったりとか、いろんなそのできなかった夢みたいなものがこうできるようになってさ、
ありがたいなとか思って、うん、そうで最後に2年間もし時間があって2年間配信で食わせて風船ありがとう。もしまだね夢ができるのであれば、なんていうのかな、映画が撮りたいなって思ったの。映画が、これは本音、最後のチャンスだと思って、時間はあるわけじゃん配信者は、うん、で映像にも関わってるわけじゃん、で配信者面白い人いっぱいいるじゃん、絵になるキャラクターいっぱいいるじゃん、でみんなで映画撮れたら記念にも残るし作品にもなるし、なんか面白いかなと思って、でその映像業界に勤めてる人、映画を作ったことがある人、ミュージックビデオを作ったことがある人とかにいろいろお会いしてきて、で自分なりにない頭を振り絞って300万あれば最低でもできるかな、なんとかって、本当は2000万って言われたんだけど、で300万かかるんだけど映画撮るわって言って、でそれで買ってリスナーさんからカメラも買ってもらったの、うん、で今そのいろんな人に力を借りて、本当に業界の人とかプロのクリエイターさんから映像のことを学んでるんだけど、結論から言うと無理だったね、うん、映画はまだ早かったよ。もう少し経験を積んでから俺は映画をやるっていう決断をした。だから正直舐めてた、正直舐めてて、現場にも何回か入ったんですよ、入らせてもらって、怒られてばっかりなんだよね。 AD 何回かやらせてもらったんだけど、ミスが多くてすげえ怒られるんですよ。でもう正直現場に行きたくないんですよ、向いてないなって思って。いや本当に応援してくれてたみんな、機材を買ってくれた、カメラは大切にする、うん、カメラはすごく大切にツイッターとかに上げていこうかなとか思って、でちょっと映画っていうのはもう今日これっきりで本当に勘弁してくんね、無理だよ無理、無理でしょ。じゃあ冷静に考えろよ、冷静に。専門学校とか出てないんだよ、高校も出てないんだよ、最終学歴幕張免許センターで原動機付き自転車取った学歴なんだよ。マウンティング半端ないぞお前、現場に行ったら、どこの芸大出てるんですか、彼女は美大出てますって言ったけど、いや彼女は美大出てますけど、あそうなんですか、無理でしょ。もうそんな、もう毎日毎日震えてるんだよ現場で、本当に、うん、いやだからもうちょっと一回ここで区切りつけさせてよ、映画に関してはダメっすか、うん、いやもう本当に正直まあ、そもそも論なんだけど、これ映画用のカメラじゃないんだって、写真用のカメラらしいんだよ、なんか結構言われるの現場で、それビデオ撮るやつじゃないよから入るんですよ、
だからそもそもまずそのもう入りだよね、300万かかるって言ってちょっとあのヨドバシカメラの店員さんと意気投合しちゃって、あのこれめっちゃいいっすよって言われたからこれにしちゃったんだけど、これじゃ映画撮れないらしいのそもそも。でもあのそれ言われてたんだけど、リスナーさんにすげえ言われてたんだけど、あのいや申し訳ないんだけど俺もテンションとノリで買っちゃう方だから、あの強かったの、いやプロはこれで撮ってるとか、いや今最先端ではこれで撮るんだよとか言ってたけど全然撮ってないの。現場に入ったらすげえなんか分かってきて、みんなちゃんとしたビデオカメラとか なんかやってたから、そもそももう300万のうちの30万のね機材がそもそも初っ端間違えちゃってんのとか、いろいろな問題が山積みで、もう正直もう限界が来てるんだよね正直ね。どう思う？無理でしょ。やればやるほど分かってきたよ。やればやるほど無理でしょ。だって俺作文すらできないんだよ。作文の宿題やってなかったんだよ。漢字書けないの。漢字が小学2年生ぐらいの漢字しか書けないの。台本なんて無理だよ。だからいやもうそろそろ時期だなと思って、もう半年もう3ヶ月ぐらいカメラやってそろそろかなと思って、もう本当に、いやわかるわかる、本当にわかるよ。いろんな言いたいことがあるのはわかるんだよ、わかるんだよ、わかるの。だからちゃんと向き合わないとなと思ったの。ちゃんと向き合わないとなって思ったの俺は、うん、どう思うって。いやもう決めたんだけどね、もうストレスが半端ない。ストレスが本当に俺あのここ数ヶ月で2回ぐらい血吐いてるのよ。2回ぐらい。いや謝ることなんか何一つないでしょ。何が謝れなんだよ。誰に謝るんだよ。謝ることなんか一つもないでしょ。謝ること冷静に話し合おうよ。冷静に、なんで謝るって。謝ることなんか一つもないでしょ。冷静に話し合えばいいじゃん。冷静に、なんですぐカッカすんの。落ち着いて話そう。ちゃんと俺は大事な話があるから14時からって前の日からね、みんなちゃんと聞いてほしいと。俺の枠を見てくれた日、オープニングとかから入ってるんだよこっちは。6年前の配信の始めた経緯からちゃんと話してるわけでしょ。いろいろあってこういうことがあってこういう理由でこうこうこうでね、こうやって映画を始めようとしたと。うんうんってみんな聞いてくれたじゃん。黙ってて、そうだなそうだな、いろいろあったなっつって、なんでこんなカッカカッカつんだよ。うるせえなバカ野郎。いいじゃねえかよ。人には向き不向きがあるわけだ。まあ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 。まあいろいろあると思うんだけど。いろいろあると思うけどね。え、じゃあ、わかったわかった。コメント拾っていくよ、じゃあ。じゃあ、こっからは、だから本音な。こっからは本音でいこうな。こっからは。もうブロックしない。今日はブロックしない。今日はブロックしない。カッカしない。オッケーオッケー。冷静に行こう。冷静に行こう。いや、本音で行こう。ね。ちょっと、コーヒー飲んでいいかい？コーヒー飲んでもいいのかい？俺はコーヒーがないとやってらんないよ、こんなの。うん、じゃあ、わかった。一回冷静になろう。一回冷静になろうよ。一回。まあ、ちょっと、俺もこうなるなって思ったの。俺もこうなるなって思ったから。思ってるから。6年やってんだよ、こっちは。ああ。6年やってるわけだから。一回、だから、ちょっと延長します。ちょっと待って。6年やってんだよ。6年。あれだよ、のんちゃん。あれ、のんちゃん寝てんの？のんちゃん？いいよ。
どうしたの、泣いてんの、どうしたの、体調悪いの、寝てるだけ、どうしたの、のんちゃん、寝てるだけ、寝てるだけ、なんでそうやってカッカカッカすんの、なんでカッカすんの、ちゃんと話してるじゃん、正直に、ちゃんと、いや、わかるよ、その、いや、悪いなって、ちょっと、いや、申し訳ないなっていうのあるよ、俺の中では。いやいや、あるって。いや、俺も、ちょっと、悪いなっていうのあるよ。だから、まあ、まあまあ、ちょっと言いづらかった部分っていうのはあるんだよ。あ、待って、金返せの前にさ、いや、まあ、ミニクボさんもちょっと待って、まあ、冷静になろ。うん、悪いなとは思うけど、プライドがあるから、こっちも。やっぱり。うん。そりゃ。いや、俺も、プライドがあるから。うん。ただじゃおかねえぞ、みたいなところあるよ。いつかやってやるぞ、みたいなところ、俺はあるよ。正直。見返してやりたいっていう。うん。じゃあ、KP。俺は見返してやりたいっていうところあるよ。うん、あもうほら、顔面がピクピクし始めた、この辺が。筋肉が。ストレスだよ。この辺がピクピクするんだよ。痙攣するんだよ。プライド高いよ。うん、え？いや、だから、なんで、正直に向き合ってるじゃん。正直に。なんでそんなにケンケンするの？ねえ。カルシウム足りないの？ねえ、まだ間に合うと思うよ。今のタイミングなら。まだ間に合うと思うよ。やめるなら俺今だと思わない。逆にね。これ考え方だから。逆に。ピンチはチャンスだから、やめるなら俺今だと思わない。ほら、来たでしょ。来た。うん。チェンジ。そう。だから人、世の中には、いろんな、こう、多角的な見方があるわけですよ。こう、真正面から、捉える。だからね、よく言うんだよ、俺は。俺とこうなるなよって、こうなるなよって言ってんの。こうやってやるから俺と違う景色見えてんだろって。こうならないでさ、こうなろうよって言ってんのよ。こうなるから反対側の景色見てんの、みんな。俺と同じ景色見ようよって言ってんの。こうなろう、一旦ね、一旦今こうなってるから、だからぶつかってんの。ぐいぐい来てる。もう、俺が見てない世界見てるわけ。俺と同じ気持ちになって、こうやってやればいいんだよ。わかる？いや、そうだと思わない？向き合ってるよ、俺は。向き合ってるけど、ちょっと圧が半端ないから、一旦落ち着こうよ。うん。一旦。いや、何言ってるの？じゃなくて、一旦落ち着かないし、ちょっとコメントさばけないし、こんな量。だって、じゃあ映画撮ったことあんのかよ。じゃあ言わせてもらうよ、俺も。もうそんな言われ方するの？そんな感じ？じゃあ俺も本音でいいの？本音で話す？じゃあ、どういう感じがいいんだよ。何を求めてんだよ、じゃあ。評価下がる？何の評価？何の評価？何評価って。何？急に。どうしたの？怒ってんの？じゃあ、なんだよ。土下座したら済む話なのか？強要罪だぞ、強要罪。ん？あと1分？何あと1って。マルーンどうした？何あと1って。何があと1なの？マルーン何あと1って何？何？いきなりあと1って言われたら怖いんだけど、怖い。何があと1なの？何？
何、うん、ああ15時までか。あびっくりしたびっくりした。いきなりさ後ろからさ何ですかって、あと1分、え何がですか、あと1分、え何が何があと1分、怖いだろ。いや普通にお客さん来るまであと1分だよって言えばいいじゃん。なんでそういう言い方なの。あと1分怖いよ。いや分かったよ、ネタに逃げない。分かった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 。怖いでしょ怖いでしょアッキー、怖いでしょ。俺それやられたんだよ今マルーンに。あと1分まだあと1分怖いよ。なんだよそれ。何が不満なのじゃあ。俺話し合えば話し合えば大丈夫だと思ってるから、俺は今のところ想定の範囲内だから、まだ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 っていうか、もっと話さないといけないこともう一個あるんだけど、本題こっちじゃないんだよ、うん、本題こっちじゃないんだけど、まあ一旦この問題を処理しないと俺は次の話いけないから、一旦この問題処理させて。一旦もう本題実はもう一個あるの、いや二つ山があるのね。ちょっと抱え込んでるから聞いて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 ほしいの、聞いてお願い、うん、どうしようか。何が不満なんだい。まず映画の話から、うん、映画の話からケリをつけようぜ。集めた金を返す、金を返す、誰から借りたの？え？誰から俺金借りたの？お金借りてないでしょ。何の話？ちょ、わかんない。何金返すって。やめよ。まず映画の話からしよう。いや、だから、まあ、じゃあ、まあ、この度は、まあ、映画を支援、映画を、支援してくれた、まあ映画撮りたいってその4ヶ月前、いやこれ謝ることかな、何、ちょっと待って、何に対して謝るのかもう一回整理させて。待って、ちょっとやっぱ腑に落ちない感じで良くないと思うんすよ。だから、具体的に、だから、お互い、その、やっぱり、ここが悪かったよ、ワドって。ワド、ここが悪いよねって。ここは、誠意、なんだよ。だから、謝罪しても、だから何を具体的に謝罪すべきかっていうところを、こう、ね、しっかり心を込めて、ね、お互い向き合わないとダメでしょ？でしょ？だからちょっとさ、機材代を支援された人になんて謝るの、そうだよね解放ね、謝る必要なんかないよね、そうだよね解放ね、謝る必要なんかないよね、そうだよね、そうだよね、言ってそうだよ、そもそも論、謝る必要なんかあんの、そもそも、いや遅れるって、30分遅れるって、謝る必要あんの？そもそも。ねえ、サミーさんね。何？ねえ。ねえ。全然全くないよね、解放ね。おぉ。もう、ねえ。何があんの、うん、何のこと、うん、なんだよもう先に進まねえじゃん、うん、じゃあ分かった分かった、ここで、あーバーガーありがとうバーガーありがとうありがとうバーガーありがとう、いやじゃあ何の話する、じゃあ、じゃあ何の話するの、何の話してたんだっけ、監督って名前外せばいいんでしょ、小手半から、
次の名前何にする？じゃあいいよ、分かったよ、監督外すよ、映画撮らないんだったら。名前変えればいいんでしょ？分かったよ、気に入ってたけど、コテハン変えるよ。何にすんだよ、じゃあ。何でやる？じゃあ分かったよ、騙してないよ、騙してないよ、騙してないよ、俺。何でやるよ？じゃあ、なんなら納得すんの？ AD はやだ。それはやだ、なんか。AD はやだ。それはやだ。なんかないの？他に。じゃあ、何よ？詐欺師？じゃあ、こっから先、詐欺師っていうコタハンでしばらくやったら納得してくれんの？みんな。もう、和道でも、和道監督でもなく、詐欺師っていうコタハンに改名したら許してくれる？じゃあ。いや、和道の深夜食堂ない。本気でない。絶対ない。本気でない。本気でねえわ。和道あと口だけ？じゃあ何ヶ月？何ヶ月そのコテハンにしたら許してくれんの？じゃあ。許さないの？じゃあ許さないんだったらもう話なんかないよ、そもそも。何許さないって。許さないの？なんで？なんで？なんで許さないの？意味がわかんない。何許さないって。何の宗教それ怖い、怖いっていうのが、まあまあ、映画の件に関しては本当に花火くれた人本当にすいませんでした。本当にカメラすごい大事にするんで、本当にこれっきりでよろしくお願いします。これでね、シャラでよくない？これで。これで。パソコンは欲しいよ。パソコンは別でしょ。配信者なんだから。パソコンは。まあまあ、気が向いたらやろうね。気が向いたらやるよ。で、もうこっから先、映画の話題出したやつブロックだからね。もう今終わったわけだから、映画の話は。わかる？映画の話終わったんだよ。オッケー。こっから先もうブロックだからね、映画とかの話。ぐち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 、もうくだらねえ。今を生きないと俺は許さないから。今しか生きてねえから。今しかでしょ。今を生きようよ、今を。違う？何が不満なんだよ、じゃあ。もう引っ張られんの一番嫌いなんだよ、俺。引っ張られんのが。いや、助監督はやらないっすよ。映画は早かった。タイミングが合わなかったんだって。いや、大変なんだって、本当に。だってスタッフ最低20人集めないといけない。今6人だよ。無理だろ。引退？なんすか引退って。そう。今日ブロックしないよ。いや、もう。でも俺は、なんだかんだ、そのリスナーさん俺のこと好きだから、ね。俺のこと好きじゃん。なんだかんだね。なんだかんだ俺のこと見に来るから、なんとかなると思ってるよ。正直ね。正直、俺は何度もピンチをくぐり抜けてきたから。まあ、言うてもな。言うても和道だから。そう。だから、次の夢何にするか決めようよ。次何を追いかける？俺らは。その話がしたいよ。そう、本題だよね。本題が来たよ。どうする？これから。いや、マジで。
終わりは始まりだから、俺から言わせれば次どんな夢を追いかけたい俺と、うん、どうする、どうする、いやもう次の話しようよ、次、いや俺ら一緒にやってきたじゃん、いやまあ本題っていうかまあちょっと一回ワンクッション置きたい、一回ワンクッション一回、うん、ステコロはほらまあ俺ね演者だから、うん、俺はまあステコロはまあいい大丈夫、もう二回やってるからプロだから、ある意味ある意味プロだから大丈夫、任せて、捨て頃に関しては任せて、やっぱそういうことマチルダ、そういうこと、そうまだ誰も想像してないところ、マージナルな荒野行こう、マージナルな荒野攻めよう俺らは、うん、そうこの発想なかったわみたいな周りの配信者がもうプルっちゃうぐらいのやつ行こうよ、捨て頃出る出る出る、捨て頃出るよ、出るけど そこじゃないでしょうっていう、そうワドワドンドリーム、そう俺らこれから何追いかけてくっていう話だよね、そう何でもやれちゃうからね、もう才能の塊だから何でもやれちゃう、だから映画の話はこれっきりね、もう本当にこの枠で終わりだから、うん、ピタッてやめてよ、もう見逃したんですけどとか、映画やめちゃったんですか、え、そんな人だと思いませんでした、なんでですか、応援してたのにすアンチの言う通りだったんですねとか DM 送ってこないでよ、 LINE とかもうクソめんどくせえから、うん、正直寝れねえしうぜえし、うん、無課金だしそういうやつ、和藤さんなんでですか、応援してたのにもうフォロー外しますって言って、でスルーしてて次の配信やったらなんで返信返してくれないんですかって、見てるんじゃねえかてめえこの野郎っていう、もうめんどくせえからそういうの、いらないいらないいらない、うん、いらない、そういうめんどくさいのでっ嫌い俺、でっ嫌い、うん、でっ嫌い、どんな人だと思ってたんだよ、そんな人だと思いませんでした和藤さん最低ですねって、うるせえよ、元から最低だから、元から最低だから、俺はね俺のこと大好き、俺はね俺のこと大好き、いいよ別に嫌われても全然問題ない、全然問題ない、めちゃめちゃポジティブだから、めちゃめちゃポジティブだから全然平気、全然平気、うんうんうん、俺も大好き、全然悪い顔なんかしてないよ、全然だよ、俺生で会ったらジュノンボーイ並みだからね、うん、本当にのんちゃん世界一かっこいいの誰、和田さん、もう一回和田さん、ほら聞こえたね、聞こえた今、ちょっとパトラッシュさんみたいな顔になってるね、あーっつって粉茶だよっつって、粉茶体にいいんだよなあ、すぐガン治るからっつってあー、うん、鬱とか吹っ飛ぶよっつって、全部吹っ飛ぶからっつって、あーあーなあなあっつって、あーそうなの、あーなあっつって、うん、パトさん大好きだから、なんかすごいいいオーラが、いいオーラが来る、パトラッシュさんなーっつって、なあなあっつって、うん、うん、バドーだね、そうだね、次の話題、次の話題言っていいの、荒れるぞ、荒れるぞ、いいのかちょっと一服をしないか、一旦コメントも打ち疲れるだろ、うん、一旦休憩しないか、長いぞ、長い、長くなるぞ
一旦みんなちょっとトイレ行ったりとかある、いろいろあるからちょっと一服しよう、みんなも休憩、多分指がつると思うんだよ今日指がつるかキーボードが壊れると思う、うん、一旦休憩ね、うん、一旦長いから先は、うん、一旦ね、みんなも落ち着こう、映画の話終わったから、うん、タバコ吸おう、タバコ吸おう。でもね俺ねすっきりした今、なんだろう、うん、大好きみんなのこと大好き、うん、なんかすごい肩の荷が降りた、うん、すごいなんか今爽快な気分だね、うん、タバコ吸おうね、うん、なんだろう、すがすがしいよね、すがすがしい、すがすがしいよ。いやでもさ、でもさ夢追いかけてる男って魅力的だよね、うん、俺そういうとこあるよね、少年の俺言われんだよ、あのリスナーさんに、あ本当に子供みたいな目ですごい綺麗な目をしてるんですねっつって、そうなんだよねって、うん、でもねそれ夢追いかけてるからだと思うんだよね、わかる、のんちゃん今日綺麗だよ、のんちゃんね、えのんちゃん、うん、映るたまにチラッと、嫌なのファンサービスしないの、うんうん、そうね、いろいろあるよね、いろ、いやいろいろあると思うよ、いろいろあると思うよ、うん、ただ次の話題ちょっとヘビーだよ、いいの、いいの、てか70分もよくタバコ耐えた、こんなにタバコ吸わない、いやだから本当に本当に誠心誠意を込めて本当に謝罪の意図が伝わってるよね、解放ありがとう、フォローありがとう、本当によく言ってくれた、俺がタバコ吸わ70分吸わなかったことなんかあった、あったあったあったか聞いてんだよな、なかったろ、それだけで俺に花火くれた人はもうハピネスだよ、ハピネス、そうだね、アマゾンの欲しいものリストを作り直そうね、後でね、うん、後で、うん、そうだね、いつもだね、たむたむいいよ、うん、なんでさアンチがさこんなに多いの、もうさやめない、仲良くやりたい、俺アンチ好きだぜ、俺仲良くやろうよ、なんかどう、そろそろ手打ちしない、手打ち、うん、そろそろ本当は囲いたいんじゃないの、俺みたいな男を、あのささすがにさ YouTube さ300人の再生回数が300なのにさバットボタン200はきつくねえか、もうねちょっとね、あのちょっと別件だけど、これは本題とはずれるかもしんないけど、俺ちょっとおかしいと思うんだよ、俺のだいたい YouTube の動画の再生数アベレージ300なんだよ、バットボタン200だよ、グッドボタン16とかだよ、俺ねなんかね、なんかなんかね、モサド FBI 公安あたりが動いてんじゃねえかなと思ってんだよね、多分ウォッチされてるだろう、これあのねただのアンチじゃないと思うの、こんなに俺のこと3人か4人はいるんだよ、俺の予想、俺のこと本気で嫌いなやつ3人か4人はピックアップできてんの、200人はいないと思うよ、俺のこと好きだろ本当は、いや腹割って話そう、俺は好きだよお前らのこと、うん、正直ね、正直好きだろ俺のこと、どう、そろそろいいんじゃない、そろそろ手打ちしても、うん、まあいろんな方法があるよ、同盟を組むっていう言い方もあるし、まあね別に俺のファミリー傘下に入っても全然構わないし、うん、結構嫌い、うん、いいよ本音で行こう、本音で行こう、いいよ、そういう人もいるよ、そういう人もいるよ、いいよいいよいいよ、今日はいいよ、いやいや本音で好きでしょ俺のこと本当は、
超好きでしょ。髪型似合ってる。今その話する？髪型の話する今、うん、どう？本当はすごい好きでしょ、うん、時間つぶしに最適？街中でちょっと見かけたらテンション上がるでしょ俺のこと、うん、そうでもない？あ、そう、うん、いや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 本音で、じゃあ分かったよ分かったよ、もういいよ、素直じゃねえな、本当に不器用なところ俺とそっくり、本当に好きって言えないんだ、本当は好きなのに好きって言えないんだ、うんうん、2代目与沢翼いける？なんで好きなものを好きって言えないのさ、ねえ本当は好きでしょ、好きな人いいよ花火ねえいいよこのタイム全然空気とか読まなくていいよ、うん、なんならいや俺好きだよ当たり前じゃんみたいなあるでしょ、ここで何人見てる、350人見てんだから30発は硬いよ、ここで試されてんだよ、こういう時に花火投げるのが、ああいつやべえ本当にかっけえわみたいになるんだよ、チャンスだよ今花火投げる、まあほんとお前俺のこと大好きだな本当にな、開放花火ありがとう、うん、いいよ、ああリエちゃんいいね、ほらリエちゃんありがとう、わ、うん、かる、これだよ、本当はこっち来たいんだろ、こっち、おアンチ弱えな、見た、ここまでわがままな男見たことある、ここまでわがままな男、俺ね夢があるんだよ、雑誌レオンの表紙飾りたい、20年後、雑誌レオンの表紙、そうだよね、そのもう全部好きだよね、わかる、俺も全部好きだから俺のこと、気持ち悪いっていう言い方はあんまり良くないと思う、気持ち悪いっていうのはちょっと言葉が良くないよ、言い過ぎだと思うよ、麦ちゃん、キモいはギリギリセーフかな、気持ち悪いってはっきり言われたらさすがに傷つくぜ、やめようよそういう言い方、ダメだよそんな言い方したら、あのね死ねって言う、前から思ったけど竹野内豊に似てるね、あーよく言われる、金城武史とかよく言われる、よく言われる、ありがとうニンニ、花火ありがとうニンニ、よく言われるんだよ、わかる、金城武史ポジ、妻夫木聡ポジ、全部取れるよね、はいはいいらっしゃい、いやハゲててもかっこいいんだよ、素敵じゃない、お前らじゃあここまでハゲてかっこいいって言われる自信あんの、お前らがここまで来たらもう絶望的だよ本当にね、いやいやいや、ここまでハゲててこんなにモテる男いるか、ふわっちにねえ、ナイスガイだよね、ヒゲが好きとかね、そうめちゃめちゃ男前でしょ、ねえかっこいいよねドフィーね、ほらファンができてきた、ほら隠れ潜在的なファンが今掘り起こされてきてるよ、時代が来てるんだよ、時代が来てるよ、ヒゲが男前、ほら
ほら、女性から、綺麗な女性からマダム、マダムなのか若い人なのかわかんないけど、ありがとう、ハートありがとう。で、ハゲにしか目がいかない。まあ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 、いいよ。もうハゲしか言うことがないんだって、アンチは。もう俺に勝てるところが髪の毛しかないんだって。言わせてやろうよ。言わせてやろう、今日は。今日はいいよ。今日は。いろいろ溜まってるんだろうし。ハゲ以外俺に勝てるところあんのか、じゃあ。俺はハゲてるよ。でも、俺は、なかなかだよ。いやだから、じゃあハゲ以外でお前俺に勝てるところあんの？一つでも。まあ財力って言っても、ねえ、いけてるよね、いけてるよね、全然いけてるよね。忘年会、あ、そうだ、そう、よっさんの件、じゃあ行こうか。ちょっと話題、本題入っていい？よっさんの件、よっさんの件。俺ね、配信6年やってるんだよ。配信6年やってて、あのよっさんとはいろいろあったの。昔ちょっと荒れてた、あるじゃん、みんなも。中学生の時とかさ、やさぐれてた時期あるでしょ。ちょっとおらついてた時期とかあるじゃん、で、ちょっとよっさんに迷惑を多々かけて、まあ多々というか、まあ4、5回よっさんを怒らせるようなことがあったんだけど、ちょっとね、よっさんから6年目でやっと、よっさんっていう有名な配信者がいて、で、その人閲覧すごいんだけど、その人毎年忘年会やってるのよ。で、俺配信6年やってるんだけど、初めてお声がかかったの。初めてお声がかかったんですよ。でもね、コミュ障なんだよ。なんか、うまくおしゃべりできる自信がないの。俺自身が。どう思う？なんか、ほら、カズ軍曹とか、ねえ、いっぱい有名配信者来るじゃん。正直、ああいうところに行くとさ、端っこの方に座って置物になるだけな気がして、なんか、すごい、すごい心が折れて帰るの、なんか、みんなチヤホヤされてるなって思って、なんか、どう思う？いやだってさ、なんか嫌じゃん、だって嫌じゃん、なんか、いやだ、そう、俺さ、意外とさ、あのネット弁慶なところあってさ、家の中だ、一人だとめちゃめちゃ喋るんだよ。で、二人も大丈夫なの。あの三倍目ヒカルくんとか一対一は平気なの。三人もギリギリ平気なの。もう四人からね、病気持ち前のアスペルガー症候群が4人から発動すんの。俺以外の3人が。わかる人いる？これ。わかる人いる？仲のいい人、てるちゃんぴんとか、ひかるくんとかだったら大丈夫なの。で、2人もギリギリ。俺がなんか、こう、なんか、まあ、つってニコニコしてればいいから。4人から無理だよね。ああいう時ってどうすればいいの？何が正解なの？で、10人以上来んだよ。わかるでしょ？端っこの席キープしたくなるでしょ？わかる？そう。で、もうずっとこうやってウーロン茶飲んでたり、こうやって、もう静かに触らないでって、いじらないでってなる。わかりる？あ、よかった。みんな一緒なんだ。あ、よかった。よかった。これわかってくれるんだ。ああいう時って何が正解なの？俺結構傷つくんだよ、ああいうの。何をされるわけでもないの。でもなんかね、
なんか毎回行かなきゃよかった病が発動するの。これ分かる人いるかな。怖くなるんだよね、当日まで。行ったら楽しいんだけど、行くまでめちゃめちゃ怖いので、結構ブルってて、なんか嫌われたらどうしようとか、変なこと言ったらどうしようとか、そう、気使うっていうか怖いんだよね。なんかキャッキャキャッキャする人とか見るとキラキラしてるじゃんなんかで、3倍目ヒカルくんがこういう時うまいの。何しようよ、いいっすねいいっすね、めっちゃ面白いっすねとか言って、ガンガンなんかガンガン場の なんつうのヒカルくんとかすげえうまいので、そういうのを見ても、わーめっちゃ気利くじゃんとか思って、ヒカルくんめっちゃ気利くわーと思って、そう、ああいうのがね、なんかすごいコンプレックスをこうわかるかなこれ。もうひたすら飲む食べるに走るね。そうで、ハニカムっていう作戦がある。ハニカムっていう、ちょ、誰か教えて、誰か本当に、よっさんに説教を。そう、金梅さん、野田、よっさんでしょ。まあ端っこの方にいればいいか、端っこの方に。そうそうそう、すかしてるって感じで、そう、もうジャイコさんわかる。そうで、でもね、あの優しい3倍目ヒカルくんが、わあさん飲んでますか、わあさん飲みましょうよって必ず声かけてくれんの、ヒカルくんが。俺が端っこの方でこうやってしょぼーんって飲んでると、チラッチラッて見てると、チラッてこうやって見ながらこう飲んでると、わあさん何やってんすかって。それもまた切ないじゃん、わかる気遣いを年下にさせてる、その、わかる、これなんて言えばいいんだろう、こういうのって。なんかごめんねヒカルくんっていうえ、どうした、のんちゃん、喉痛い、喉痛いの、いるだけで大丈夫かな。でもね、いるだけでね、結構アンチ湧くんだよ。いるだけで帰れみたいな空気が出るから、なんか俺ね、違うんだよ、その帰れって言わせちゃってるのがなんか悲しいというかなんか申し訳ねえなみたいな、画面に映ってるだけで死ねって流れるから、なんかね、そこがねちょっとね嫌なんだよね。ちょっとごめんねごめんねって、生まれてきてごめんなさいっていう、そうなんだよね。あとドレさんが来るから、どうすればいいの。いや挨拶はするよやっぱり、あこんにちはって、こんにちはって言うけど俺めちゃくちゃディスられてるじゃん。大丈夫、挨拶だけしっかりしてれば大丈夫かなめちゃくちゃ気まずいんだけど。いやいや、引っかき回したくない。もうやだやだやだ、絶対やだ絶対やだ絶対やだ。もう置物とかすから、全力で。いたのって言われるのが理想。いや、ドレさんが半端なく怖いんだよね。いや、殴り合いで、よっさんの顔立てないと。いや、絡んでね、じゃあ、待ちだね、基本的に。ドレさんに挨拶はちゃんとするけど、あ、どうも、おはようございますってやるけど。あ、トイレ行って。じゃあ、行かなきゃいいじゃん、最初から。いやいやいや、そこだよね、竹丸さんね。昔は悪かったな。昔はほんと KY だったよね。自分が主役になろう、自分が主役になろうって。あれは良くなかった、本当に。いや、だから、今、黒歴史ですよ。配信のニコ生の。もう、大手になろう、大手になろうで引っかき回してた頃は、もう本当に良くなかったなっていう。まあ、あれがあるからね、今があるんだろうけど。ねえ。あ、パトさんになりすます？ああ、先輩っつって。どうもっつって。あ、オーラありますねって言って。パトさんのふりする？いけるかな？ねえって。ああっつって。あ、ギラギラっすよっつって。パトさんのふりするか。そうする？パトラッシュさんだって言い張って。それで過ごす？やり過ごす？よっさん会ったのいつだろう、最後に。よっさん最後に会ったのいつだったかな。
いつだったかな、あんまり会ってないですね、よっさんには。よっさん全然会ってない、うん、よっさん会ってないですね、うん、もうちょっといた方がいいぞもうちょっといた方がいいぞ。 OK ゼロさん、あと10分待ってあと10分待って絶対いた方がいいから、うん、予算合ってないですね、うん、っていうか、くんのおっせえな、マジで。くんのおっせえよ、早く来てくれよ。閲覧どんどん下がってんだけど閲覧がどんどん下がってるんだけど、見といた方がいいぞ。あ、慎吾さんも来んの？マジで？あー、慎吾さんに会うのも久々だ。いや、閲覧だってね、俺もきついなって、計算尺が狂ってるんだよ大人の事情を言うと尺が狂ってて、俺も苦しいんだよ今、うんうん、尺が狂ってんだ。まあまあ後でわかるよ新ママ後でわかるよ。ゲストが来たら温かくね、お迎えしてください、うん、まだかな、うん、遅いよ、うん、そういう部分のワトさん素敵だよね。うん、まあちょっと本意気で喋ってみたけど、まあ閲覧500いかねえかっていうのがちょっと悔しいよね、うん、昔だったらもっと沸かせる自信あったけど、ちょっと腕やっぱだらけて、ちょっとね、だらけて喋りがなまってるなっていう単純に自分のトークスキルの衰えを感じる本意気で結構飛ばしてるんだけどなみたいなね閲覧380トップかみたいな、解放の彼氏別れるネタに負けるんだ俺っていう解放が彼氏と別れた悔しい死んでやるに俺負けるんだ本意気の喋りでっていうのがちょっと本当に涙出そう。今日多分泣くと思う、配信外で配信外に泣くと思う。はい、いらっしゃい。落ち目っすね。うるさいよ。うるさいよ。うん、師匠をつらたんだよ。弟子に負けてるからね。うん、解放嬉しいよね。伸びててくれて。うん、ゲスト亀有来るの？ん？ゲスト亀有？楽しみしてて、うん。そう。まあじゃあゲストの紹介に行っていいですか？本題ですけれども。ゲストの紹介で、うん、なんかね、配信始めてみたいんだって、うん、以上です、うん、配信始めたいんだってで、まあまあこういうもんですよっていうのをちょっと見ていただこうかなと思って、うん、そんな感じです。今から多分来ると思うんで、うん、今からいらっしゃるんで、もしよかったら温かくお迎えしていただけると嬉しいですね。久しぶりじゃない？この部屋に誰かが来るっていうの。最近ね、全然来なかったよね。誰かと、もうピンで放送するのがあれだったから、俺もね、ちょっとね、久々、ニコイチで話すっていうのが、あれなんだけど、うん、もう近くにいるっぽいね、うんうん、さあどんな人がね来るのか。
じゃあどんな人が来るか予想しようか。どんな人が来るのか皆さん予想してください。見逃しちゃうのもったいない。絶対見てた方がいいよ。甘党総裁今日のゲストは解放の元彼の甘党総裁ですって言ってすげえ面白いじゃん。団官職の忘年会やるんじゃないの多分。さあ今日のゲストはねどんな人でしょう。まあちょっと面白いよね。甘党総裁がここに座ったらめちゃくちゃ面白いよねそれは聞きたいこといっぱいあるよね。聞きたいこと、おパトラッシュさん、パトラッシュさんのパトラッシュさんのモノマネとパトラッシュさんとパトラッシュさんのモノマネで話す。ほうほうほう。放送すれば閲覧取れそう。いやどうしようかな。放送見たい。その人ね、ぶっちゃけた話配信やったことないんだよ。で配信のそのやり方を教えてもらいたいっていう風に言っていただけて、あもう全然そんなんやりますよって言って、で本当はね昨日やるかもしれなかったんだけど、ちょっと部屋片したいからっていうことでお時間いただいて今日になったんだよね。玉袋寿司太郎さん甘党総裁の人生相談、放送見たい。放送つけてもいいし、一回切ってあれなんだけど、つけっぱなしで OK？ つけっぱなしで OK ですか？このままの流れで一旦枠切ってあれかなとか思ったんだけど、どうしましょう。つけっぱでいきます？このままどっちでも、僕はつけっぱでいく。このままお迎え OKOK。 じゃあこのままいきましょう。オフトークとかできないけどね、まあいっか、全部ね聞こう、全部聞こう。なんか掃除してる間に甘党総裁が湧いてる。まあアイテムの仕組みとかもそうそう説明しないとね、何にも多分配信っていうのが多分ねなかなか伝わりづらいから、だからリスナーさん的には面白くないと思うよ。だって配信ってこういうものなんですよっていう放送になっちゃうけど、大丈夫それでもいい？こういう画面があって、これがコメント欄で、でアイテムっていうのがこうなっててとか、そういう感じになるよ。だから見てる方はなんか配信やったことない人にレクチャーしてるっていうそういう絵になるけど大丈夫？ただ単に閲覧減ったらウケるよね。いやいや本題は今の話、映画やめるっていう話で、15時からは言ってあるから、普通に配信始めたい人が来るからっていう、配信分かってないのにやりたい。なんかお金をその稼ぐ目的があって、その人がまあ多分後で話になると思うんだけど、ちょっとのんちゃんお願い、いらっしゃいましたね。はーい、ちょっと一回画面消えます。いやだからそのやりたいことがあって、でやりたいことがあって、でまあふわっちとかでアイテムを稼げるとか、あよろしくお願いします。お茶かコーヒーか。あお疲れ様です。こんな感じです今、画面切ってるんで。あよかったこんな感じですね。もうちょっと右側行って、右に、あその辺で、はい、あ今大丈夫ですよ。いいっす。あどうぞどうぞ。すごい狭いですけど、でもいい、はい、基地みたいで、基地そうっすね、秘密基地だってよく言われますね。はい、で今音は入ってる、はい、あありがとうございます。あ買ってますよ。あ大丈夫、いただきます。こんな感じなんですよ。カップラーメンすすろうかと思って、あお湯沸かしますか。はい、あのんちゃんお湯沸かして、すいません、のんちゃん、僕の彼女で、へえ、はい、今声入ってますけど大丈夫ですか。映像を切ってるんですけど声だけは入れてるんですよ。そうなの。はい、こんな感じなんですよ。今この画面がこう
リスナーさんに見えていて、うん、で今見てる人が371人、うん、はい、まあこんな感じですね、うん、汚い部屋ですがよろしくってこういう風にこうやってコミュニケーション取る感じなんですよ。なんかあタバコ全然ちょっと灰皿1個しかないんですけど、うん、こんな感じなんですよ。すっごい狭いですよね。いやいいよ。この1階っていうところもはいリアルですよね。そう、はい、僕ここ最初5年前引っ越した時、うん、布団すらなくて段ボールで寝てたんですよ、うん、で、あのリスナーさんからこう送られてきてグローブとかもうなんかもうほとんどリスナーさんからの本当、はい、こんな感じでイケボって言われてますよ。声イケてるボイスって意味なんです。おイケボ、はい、声がイケてるっていう。いいね、はい、うん、漂うボスのオーラって言われてますね。これ見えます？文字もちろん大きくし、お、これでいいですか、うん、はい、しよっかな。もうカメラつけます？映像そろそろ行ってみます。なんかこのままちょっと話しますか、ラジオっぽい感じで。どうでそういうこともできるのこれ。あ、できます。今この画面が要は画面を伏せていて、うん、だからみんな見てる300人のみんなはこの画面しか見えてないんですよ、うん、でカメラこっち側につけたんで、うん、あの2カメでいけますね。もうちょいこっちかな、その辺かな、はい、だからあのカメラ見たいって言ってます、うん、はい、引っ張るのもありだって言ってますよ。引っ張ってもな別にな、はあ、だから何言っていや結構期待してますね皆さん、はい、みんないくつの人らが見てるのかな。あ、年齢、あ、うん、それ話しかけたら書いてくれるんで、みんないくつとか。皆さん年はおいくつの方々ですか。皆さんいくつぐらいですか。まあ年齢72歳とかもうこういう感じなんですよ、インターネットって。う、嘘平気で書く。なるほど、はい、17歳とか、はい、まあみんなバーって、あ、当てになんねえな。まあおっしゃる通りですね。まあ大体なんですけど、自分のリスナーさんだと30代、40代、50代、35歳から55歳の間ですね、うん、はい、それくらいの層ですね。なみさん、もうカメラあれした方がいいかな。うん、いいんじゃない。じゃあカメラいっちゃいます、うん、え、リスナーさんいいっすか。準備どうします。カメラオッケーですか。準備オッケー。行く？オッケー。ゲストをご紹介します。びっくりするよ。いや、びっくりしないって。え、今、ちなみに誰かわかる人いる？この時点でわかる人いる？ちょっとワンクッション置かせてください。なるほど。この時点で気づいた人いる？イケボイケボってみんな言ってますよ。声めちゃくちゃいいって。イケてるボイスっていう。あ、年齢、じゃあこのイケボの年齢を、はい、ゲストの方の年齢。お、ん、なんでだ、 いくつだと思います。はい、イケボの、なんで、いや、なんでなんでなの。いきますか、じゃあ、うん、いきますよ。じゃあ今日のゲストです。どうも。こんなにこんな感じなんですよ。あ、こんな感じ。はい、こんな感じなんですよ。で、三松さんのカメラこっち側にセッティングしてあるんで、はい、なるほど。ごめんなさい、映画は撮りますんで、はい、映画は撮ります。僕が主演だそうですよ。やってもらえるんですか。まあまあ、あのちょっとごめんなさい、閲覧欲しくて、はい、閲覧欲しくて、はい、そうですね、今日のゲスト三又さんですね。うん、はい、金八先生ではないですよ。金八のを やってほしいっていう場合は、はい、花火を100発。
いきなり小じきっすか、うん、開口一番いきなり小じき分。いや、小じきとかやめてよ、はい、いや、小じきじゃないですか今。いやいや、こっちはプロなんだから、はい、やっぱり金八ってなった場合はギャラが発生する。はい、花火百発っていうことです。向いてるでしょう。俺はね、あの、嵐が巻き起こる予感が。僕、マッハ道場に通ってます、だって。あ、そうなんですよ、そうなんですよ。あの、こういうイベントがあって、格闘技のイベントをやってるんですけど、まあ、彼、マッハ道場所属なんですよ。へぇー。で、僕ら素人がぶん殴り合うって言って。あ、なるほど。はい。気をつけてよ。そうなんですよ。美和さん、あれですもんね。GM ですもんね。そうなんですよ。あの、今日、宣伝ができるって聞いたんで、はい、もう全然全然12月の22日にね、はい、新木場ファーストリングで01の大会があります。ぜひ皆さんご来場お待ちしております。美和、うん、さんに全然生で見れますもんね、はい、新木場ファーストリング近いですもんね。あ、今ごちそうが届きました。美和さんもう完全あれですね、もうカップラーメンが届きました。時間が分かんないんですけど。え、全然飯食ってない感じなんですか。うん、っていうかね、なんかこう、はい、貧乏臭い感じ出そうかな。演出ですよ。演出ですか、うん、普通にカップラーメンが、美松さん。うん、なんか、俺ね、まるちゃんじゃないのか。あ、細かいね、この人。おお、花火ありがとうございます。ペコポコランドさん、美松さん痩せましたね、と。痩せたっていう、美松さんとこの漢字が違うぞ、これ。あ、みんなインターネットで焦って打ってるんですよ。コメント読まれたくて。ありがとうございます、花火。この花火は何？今2発、はい、ありがとうございます。今ですね、合計5発ですね。うわー、ありがとう。花火ありがとうございます。この花火は何？俺に課金されんの？僕の稼ぎです。皆さんも、もう、俺全くこのシステムが分かってないから、もう今ここで教えてもらおうと思って。はいはい、あ、もう何でも話しますよ。まずこの花火一発っていうのはいくらなの？えーとですね、リスナーさんは1000円で買ってるんですよ。へー。一発だからもう1000円。これは。で、じゃあ君からもらえばいいのか。今出た花火は。皆さん、いきなり金の話ですか？オープニング初っ端金の話から入るんですか？いやいや、そういう放送でしょ、これは。まあまあまあ。あからさまにする。まあ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 、そうですね。綺麗事なし。何でもありですね。何でもありですね。それ後で話しましょう、じゃあ。まあまあ、1000円で買って、リスナーさんは。で、このパフェっていうのもアイテムなんですけど、うんうん、それぞれ金額があるんですよ。あー、なるほど。あー、ありがとうございます。わ、わ、すごい、すごい。ありがとうございます。すごい。これもう、もう10発以上出てないか？そう、今6発ですね。6発。花火ありがとう。6000円？はい、6000円ですよ。あ、6000円じゃないです。リスナーさんが払ったのは6000円なんですよ。うんうん、うん。で、半分入るっていう仕組みです。要は、3000円。運営、そうです。運営さん側が半分。で、僕らの取り分がっていうのがっていう仕組みで。なるほど。運営されてます。まあ細かい率とかは違うんですけど、花火ってやっぱ気持ちいいもんね。花火ってだからみんな呼んでますね。はい、うん、はい、なるほどね。はい、そっかそっか。うん、え、俺三股さんへっていう花火三股さんにあげないよって帰りに500円渡すの。三股さんギャラすっげえ失礼だぞ。逆に俺帰りの電車で、ね、すいません三股さんっつって、あのさっきのやつなんですけどっつって500円こうやって渡すの。あ、それはあの金額が500円とかだと悲しいよ。俺も逆に悲しいぞ、うん、逆に本当にこうなんかよく言えば秘密基地、はい、悪く言えばすごい気持ち悪い部屋なんだよ、ここ。あの圧迫感ありますよね。圧迫感ある。嫌いじゃないけど、はい、だからなんか、はい、個室 DVD 的な。そうです、漫画喫茶とか、そういう感じですよね。もう別にしこっても怒られないみたいな。はい、ここでしこんないでください。しこるか、なんでここ、あらしこらないですね。びっくりした、びっくりした。しこるのかなと思って。意外と下ネタ OK なんですよ。うわー、ありがとうございます。ほら、すごい。これマジでもらうから。うわー、あ、すげえ。マジでもらうんかい。いや、皆さん、ありがとうございます。また増産へってなってるからな。そうですね、そうですね。ありがとうございます。気持ち悪いは正解って、うるさいよ、お前、本当に。いや、気持ち悪くてもいいよ、花火くれれば。でも、なんか可愛らしい女の子ですね。コスプレイヤーっぽい。なるほどね。ありがとうございます。三股さんへ、ありがとうございます。花火ありがとうございます。へ、こんな感じなんですよ。面白いね、こういう仕組みなんですよ。で、まあ生放送って昔からどれくらいだろう、うん、10年ぐらい、みんな生放送の歴史って古くからだと。
一番古くて多分10年ぐらいなんですけど、うんうん、ここ2年ぐらいですね、うん、こういうふうにあのお金が、うん、あの稼げるようになったっていうのが、はあはいはい、うん、お花巻のやばや、はい、おすごい、僕花巻なんだけど、はい、花巻の人が見てるよ、あ日本やぶやっていう蕎麦屋さんがあって、はい、宮沢賢治が通ってたお店ですよ、うん、すごい、うん、じゃあ花火ちょうだいよ花巻の方あの宮沢さんいいですか、うん、めちゃくちゃ向いてると思います宮沢さん、そうでしょ、はい、俺ね嫌なんだよただで喋るのあのバカバカしいそんなの三松さんね、俺ね、ふわっちめちゃめちゃ、うん、いろんな芸能人の人たけしさんとタップしてますか、してるかしてないか、花火あげたら教えてやるよ、うん、やばいの来たでしょ、やばいの来たでしょ、みんな、うん、俺ね、本当にね、三松さん絶対向いてると思ったの絶対お前ら好きだろこれが最も恐れてたことなんだよ、俺が、うん、まだオフィス来たのすか、そうだよ、俺は辞めないよ、うん、いろいろやっぱ大変だったんですか、騒動とか、まあ話せないこともいっぱいあると思うんですけど、いや俺はね全部ねワイドショーで知ったね、えマジ、俺まで降りてこなかったから、俺ワイドショーで見て、こんなことになってんのって言ったらね、電話が鳴り止まないんだよ、はい、あの変なレポーターから、はい、電源なくなんだから鬼です、おいで皆さん、はい、いろいろ知ってるでしょ、はい、全部喋ってくださいよって、喋れるわけねえだろお前、そんなもん喋んなくてよかったよ喋ったら危ないですもんね、いや本当にほらいろいろあるじゃん、いろいろどこまで喋っていいかとかもわからないし、あ結構でも三松さんが生放送やるとするじゃないですか、うん、芸能界の記者とか張り付くと思いますよ、ネットニュースので何この変な個室ビデオみたいなところに来るわけ、いやここ僕の家ですよ三松さん、自分の家でやりましょうよここに、そう、ね、そうそう、今後ここじゃあ、はい、はい、俺は多分自分と、はい、自分の家でやると思うけど、はい、もちろん、うん、そうなったらほら花火で揉めないからな、はい、君と、もちろんもちろんもちろん、うん、もちろんもちろん、こんな花火で揉めるなんてさ、かっこ悪くてしょうがないよねめちゃ、あでも大体揉めてますね、あの仲間連中は、あ本当に、あーバーガーありがとう、学船長、アイテムありがとう、あこれねジョアじゃないんですよ、これあのアイコスです、あこれアイコスなんですね、はい、へー、あカップラーメンできたんじゃないか、三又又蔵って書いてありました、三又又蔵さんがふわっち参戦にしますか、まだ参戦にはなんないんじゃないの、どうしますふわっち参戦か、参戦かびっくりマークで、うん、まあ今日はどんな感じかってことですもんね、そういうこと、うん、いやでもビッグニュースですよこれは、いやビッグニュースだね、もう多分みんな聞きたいこといっぱいあると思いますよ三松さんに、うん、いやでも、うん、ふわっち、はい、ふわっちとはいえ喋れること喋れないことあるからね、もちろんもちろんもちろん、うん、はい、でも本当に危ないですよ、あの拡散されちゃいますよツイッターとかで、あいいよあの、はい、あじゃあさこれを見て、はい、あの見た方もしよかったら僕のツイッターをフォローしてください、おお、うん、ツイッターのアカウント貼りますか、リンクを、うん、貼ろう、じゃあ今貼りますね、荒らされますよ、大丈夫ですか、荒らされる、荒らさ、あの凶暴ですよ生放送の人たちは、ネット古いんでブロックすればいいじゃんあすぐブロックするよそんなの人を傷つけるそんな了解です、だいたいそういうやつっていうのは匿名だろ、はい、じゃあ今数えてみますか、三又さんの1万5000ぐらいですね、うんうんうん、今じゃあどれくらい増えんのか後で増えるか、はい、これ増えないのも悲しいな、ツイッターツイッターのリンクこちらです、三又さんの、うん、どこで知り合ったんだよ、まあひょんなことから、ひょんなことでね、ひょんなことでちょっとお知り合い、うん、だから会うの2回目だもんね、3回目です、あ3回目か3回目です、うん、はい、そう、お、フォローしましたって、お、うん、1人、はい、そうか、フォローしたらじゃあフォローしたって書いて、ふわっちでフォローしましたって言ってくれたら俺もフォロー返しますよ、お、フォロー返します、そりゃ返しますよ、おー今三松さんからフォローバックあるってよ、めちゃめちゃ嬉しくない、いやそんなこともないだろ、いや多分めちゃくちゃ嬉しいと思いますよ、うん、うん、うん、めちゃくちゃ嬉しいよね、悲しいんだよやっぱり、フォロワーが1万5000人っていうのは、うん、やっぱり10万人ないと嫌じゃん、あ10万目標っすか、そう、あもう全然食べてください、うん、でもちょっとビッグニュースでしょ、ビッグニュースでしょ、
俺緊張してるもん今、うん、ふわっちでフォローしました、ね、この空間にこのカップラーメンって合うね。合います、はい、うん、やっぱり美味しい。あの、雀荘とかで食べる焼きそばがうまかったりするじゃないですか。わかります、わかる、わかるわかる。あのノリスケート場で食べるカップヌードルとかね、そこに匹敵するよ。はい、うん、あ、どうします、もしもし、うん、あ、はい、その前にいてください。はい、リアルでしょ今。うん。いっすいっすいっす。なるほどね。みんなフォローしてくれてますよ。いや本当に？はい、みんなフォローしました、フォロー。はい、このまんま俺も今フォローしようか。あ、フォローバック今してもらえるんですか？うん、お、今フォローしてくれたら。変なやつじゃなきゃね。変なやつじゃなきゃフォローバックしてもらえるってよ。お、いやめちゃめちゃ嬉しいでしょ。みんな。おすんが3人。3人 ?3 人いる。3人しかフォローしてないですか、うん。全然お前ら嘘つきじゃねえかよ。海宝さん、お、ラークさん、はい、スンさん。スンさん、海宝さん、ラークさん、スンさん。うん。変なこと書くなよ。うん、じゃあ。変なことはもう即風呂で。おお、すごい。海宝、ラークさん、スンさん、フォローバック。今されてますよ。うん、ねえ、よかったね。なるほどね、うん、芸能人じゃねえかよ。いや芸能人じゃない、芸人ですよ。まあ芸人、うん、え、ほいで、はい、ここでは何をいつもその目標があるんでしょ。僕ですか、うん、あ、まあ僕は今その映画を撮りたいっていうことを話していて、うん、で、まあ嘘だとか詐欺だとか、お前は映画は撮らねえとか毎日ぶったたかれて、うん、で、一部の1割ぐらいの人に頑張れ頑張れって言って応援してもらってるみたいな、うんうん、あとはまあ普通にまあコーヒーとか飲みながらこうお話してますね普段。まあ最近たち悪いことに、はい、そのカメラを止めるなっていうのでね、すごいですね今。監督無名、はい、出演者全無名で、はい、爆発的ヒットになったってことは可能性はなくはないよね、うん、ある意味、はい、うん、だからこういうたち悪い人が出てくるんだな、俺もできるんじゃないかっていうね。立ち悪いってやめてくださいよ。やめてくださいよ。いや物事全部そうだから。まあまあまあそうですね。そうですね。そうそうそう。あ、マッハさん、あの桜井マッハ隼人さん、うん、もう今ふわっちされてるみたいですね。よろしくお伝えください。格闘技。マッハ接骨院でね、ちょっと。あ、そうそうそう。肩甲骨をねちょっとやってもらいたいなと思ってんのよ。マッハさん、辰彦針がすごいんだよね。マッハさんは針がすごいいいらしいですよ。あ、ちょっと針は怖いな。マッハに針はやだな俺。普通にやってもらうわ。あ、でもすごいらしいですよ。あのこの辰彦っていう子、あのマッハ道場そこなんですけど、うんうん、毎回すごいいいって言って、うんうん、マッハさん今セブンティーンか。サイトはふわっちやってないんだ。なるほどね、うん、なんかあれ東郷さんもフォロワー、なんかあれだね、はいはい、急に花火なくなったね、うん、なんか悲しいね。こうポン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 最初だけ花火あったんだけど。あれ結構攻めるスタイルなんですね。いやもちろん、もうガッチガチに。あ、うん、よっさんタイプなのか三松さん。よっさんっていう、うん、もう深夜の帝王って呼ばれてる人がいるんですよ、うんうん、で、まあ今400人ぐらい夕方なんでこの時間なんですけど、夜中に1500人、2000人集める人なんですけど、酒飲んでもう花火よこせバカ野郎ってずっと言ってる人です。へぇ、はい、で、深夜の帝王って呼ばれてるんですよ。そう、はい、すごいね。うん、そうだね。あ、池上お疲れ。うん、芸能界から配信界に来る時代になりますね。で、うん、でもいるんでしょ。だってもうやってもう楽しんごさんとかも、あのふわっちにやったりとか、うんうん、ありがとう解放、花火ありがとう、うん、ありがとう。今花火何発かね。今ここですね、花火の数は。おー、でもクリスマス、サンタクロースとかいろんな種類があるんですよ。三又さん、ラスイチあげるって花火。あ、ありがとう解放さん、解放さん、ありがとう、ありがとう。君みたいな人がいっぱいいたらね、うん、と素晴らしいんだよ。
三松さんがもしフワッチやるとしたらフォロー、はい、フォローしますか皆さん。どんなトークが見たいとか、どんな配信が見たいとかあります？もし、ね、仮に三松さんが自宅配信をやるとして、うん、どんなこと、どういうジャンルが見たいっていう。三松の番組ってなんだよ。あ、っていうのを宮城で5年やってます。知ってます、知ってます、うん。はい。それのことなんじゃないの？はい。楽屋配信。楽屋配信、楽屋厳しいですよね。そうだね、楽屋は違う人たちがいるから、うん、家でいいだろう。芸能界の裏話、うん、裏話もやっぱそういうのが好きなんだ、週刊誌的な感じ、裏が見たいんだみんなは。うん、まあでもそれは話したらね、裏が話せないでしょ、うん、だけど、はい、あ、え、これ俺はこういう目標でこれをやってるんだっていう、あ、もちろんいっぱいいますよ、うん、たくさん。例えば、うん、格闘技のイベントをやるんだとか、はいはいはい、まあ、映画を撮る、それからあと、うん、日本一周するんだとか、自転車で、うんうん、で応援してほしいって、いろんなことやってる人がいますんで、なんか目標を掲げて、うん、例えばあのトゥクトゥクって乗り物してますか？トゥクトゥク、あのタイとかで、あの、はいはいはい、バイクのキラキラしてる、うん、あれを買った人もいますね。その300万だったかな、トゥクトゥクいくらだったっけ、200万だっけ、トゥクトゥク、うん、俺はね今ね、はい、ゼロワンのゼネラルマネージャー GM をやってるんですけど、はい、レスリングですよね、プロレスの、ね、プロレス、うん、はい、なんですけど、やっぱり目標は WWE みたいになりたいんですよ。もう何兆円産業ですよね、うん、で僕は そこのゼロワンの GM で、僕の目標はシェイン・マクマホンっていうWWE のやっぱ GM がいるんですけど、そいつと戦いたい。WWE でアメリカに渡米してってことですよね、うん、まずは それにはまず WWE の本場を見なきゃいけない、うん、それには旅費がいる、うん、そのためにも俺はこれをやる、うん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 、でも面白そうですよね、うん、それアメリカからなんか実現とかしたらめちゃめちゃ感動ですよね。そう、うん、ね、うん、一緒にさ、あ、書いてますよ、うん、高校レスリング部ってそうそうそう、ああそう、うん、育英レスリング部だよ俺。三又さんスタイル良さそうっていうか腕やばいよ、めちゃめちゃ硬いよ。ベンチプレスどれくらいいくんですか今ね。115キロ、ベンチプレス115だよ、うん、最近真面目にやってんのよ。初っ端からもう、うん、あの100いけるんだって、えぐくない、うん、大丈夫です。だって相手がレスラーだからさ。まあそうですよね、うん、流血してますもんねこの前。そうそう、あれ電流、電流爆破でね、電流爆破っすよね、うん、そう、ムッキムキだよ、腕半端じゃないよ、うん、だからね、はい、そうだね、じゃあ俺の目標はアメリカ、アメリカの WWE 行って、はい、本場のレスリングを見て、はい、でシェインに会いに行く、うんうんうん、そのための支援、花火、起きたよ花火、おー、ありがとうございます、ありがとうございます。シェイン・マクマホンに、そう、うん、で戦いたい、最終ゴールは戦うところまで、戦いたい、これでも叶ったら夢はありますよね。そう、うん、うん、ツイッターの筋肉すごい、あーそっか、ツイッターフォローしたり見に行ってくれてるもんね、うん、どうすかツイッター、1万5000人からまだ3人だけだよ。そんな、みんなフォローしたでしょ。ああ増えてるわ、増えてる、増えてます、増えてます、増えてる。何人くらい行きました。いい感じですね、いい感じですね。今ね、三又さんのツイッターフォローしたらね、フォローバックをしてもらえるので、後で多分やってもらえると思うんで、ノリコピー、あ、後ろです、彼女です、トゥデイ、はい、あとトム・ソーヤ、トム・ソーヤ、池上、はい、これ僕の彼女ですね、はい、あ、なるほど、はい、後ろにいますよ、おフォローバック、うん、あのトム・ソーヤ、池上、あのあれだよ、今フォローバックしてもらったら確認してきな、ありがとう、そうそう、ありがとう、ありがとうございます、うん、またも今フォローした、うん、ありがとう、うん、うん、増えてる、増えてるっつっても6人だ。あ、マジですか、うん、意外と、意外と増えないですね。意外とみんな硬いな。意外と硬いですね。警戒してるんですかね。なんですかね。もっと行きそうな気はするけど、400人見てるんで。
あ、名前違うので、うん、でもツイッターやってない人もいるか。あ、まあまあまあ、そうですね。今何人見てんの？今439人がリアルタイムで見てます。400名ですね。400名です、まあまあ、はい、何だかな、出ました。フォローした？うん。なんか反映が遅れてるからツイッターのバグかもね、もしかしたら。そうだね、ツイッターのバグっぽいね、うん、うん。まあ僕らはなんかこういうのを毎日毎日やって。時間も関係ないの？もう何時間でもできます。はい、何時間でも。一応一枠の区切りで、一旦区切りで4時間までなんですけど、うんうん、4時間終わった瞬間にまた撮り直したらすぐできるんで。はあ、うん、全然いけます。あ、左の人誰？三又又蔵と申します。芸人やってます。今プロレス団体ゼロワンの GM もやっております。今アメリカの WWE シェイン・マクマホンという GM と戦いたくて、今度フワッチに参戦したいと思っております。どうかよろしくお願いします。すごい。あ、三又さん70人増えてるみたいですよ。何が？フォロワーの数。本当に、はい、面白い。今、うん、書いて調べてくれた人がいますよ。ほら、140人、70人増えてます。お、本当だ、はい、これフォローバックするの大変ですよ、全員、うん、もうするよ、するよ、はい、あ、全員してくれるんですか？するする。おー、すごい。あ、さゆきちゃん、うん、彼女めちゃめちゃ可愛いですよ。セクシー女優ですよ。彼女も放送やってるんですよ、うん。はい、しかもフォロワーめちゃめちゃ多いです。猪木、そうそうそう、格闘技、はい、結構セクシー女優の方多いんですよ、ふわちやってる方。へー、はい、うん、コメント書いて、さゆくちゃん、さゆきちゃんも今見てんの？さゆきちゃんは多分見てるはずですね。さゆきちゃんって呼びかけたら書いてくれるんじゃないですか。さゆきちゃん、さゆきですね。さゆきちゃん、フォローありがとう。近々 DVD 見るよ。さゆきちゃんの DVD 見よう、うん、すげえ、もう自分の作品が固定、はい、あ、そうです、そうです。あ、ダメですよ、見せたら。ダメですよ、バンになっちゃうんで、これさゆきちゃんの作品は。みなさんやめて、みなさんバンになるんでやめてください、本当に。うわ、すげえことしてる。すごいんですよ、さゆきちゃんは。そうそうそう、そう、バンにだけはちょっとやめてくださいね、うん、皆さん。しないしないしない、大丈夫ですか？絶対ダメですよ。絶対、皆さんガン見じゃないですか、まず。すげえ、はい、すげえな、はい、あ、今書いてくれました、うん、はい、ゼロワンはこれさ、彼女ですね。ゼロワンは橋本さんの時から好きですって、はい、相当詳しいよ、うん、ありがとう。ぜひ、今度の新規版の、あ、新規版ぜひ、12月22日、新規版ファーストリング、皆さんご招待しますと言いたいところですが、前売り価格でしっかりお金を取ります。はい、もう300人ですか、そうだね、はい、300人ですか。これ、新規版ファーストリングだったんですか。あ、ほんと、400かな、パンパンで。パンパン、立ち見入れて400ですか。うん、ね、招待できない現状なんです。でもなんかこれがうまくいったら、うん、例えばこう特典でなんか、うん、今日は1ヶ月に1回1枚チケットプレゼントとか企画やったら面白いかもしれないです。それぐらいはできる。今後は、うん、はい、うん、なんかそういう企画を絡めていくと面白いですね。うん、うんうん、ラッシャー板前かと思ってた、全然違う。あー、ありがとう、三松さんフォローしました。ボーン、ありがとう。花火ありがとう。ありがとうございます。花火何発上がったよ。今12発も上がってますね。これがすごいのが、で、今までで最高何発上がった、はい、ですね、うん、花火100発、大花火だから花火で換算すると300発その日に、はい、いや、もうだから1時間2時間です。いやもっと稼いでるのが、うん、最高額っていくら、花火っていうか、その1回の放送の最高額ってみんな知ってるの、いくら、誰だろう、全然
すごいよね。俺あるよ。だってカメラ買った時花火300発だったもん。後半大花火が100の花火100だから600万円らしいです。1回の放送でな、どうするか。そんな1000万もあるみたいです。で、なんでそうなっちゃうのよ。なんなのそれ。それがわからないから僕全然うだつが上がってないんですよ。はー1800発、アイラ最高額。やっぱすげえなアイラ。まあまあそういう何百万っていう人も結構いますね。あ、そう。はい、夢があるね。そうですね、本当にだニートばっかりですもん。もともと家で引きこもりでニートで何もしてないのになんで花火上げる余裕があるわけ、はい、あ、違います。やる方がですね。あ、はい、あやる方がね。引きこもりで、うん、あのゲームばっかりやってて、うん、でゲームやっても退屈だから友達欲しいからってゲームの画面をここに映してゲームやってたら人気が出てとか。はい、なるほどな、はい、あとあの FX をやってるのを実況したり、うん、競馬をやってるのを実況したり、人それぞれ趣味とリンクさせて、うん、こう好きなことと結びつけながら放送してますね。なるほどね、はい、ちょっと、はい、まあだから俺は、はい、まあ、特に今日はまだ相手がいるからあれだけど、はい、一人でやるときは何話しますか。でもそれも聞いてみるのもいいかもしれないですね。どういう、ね、今日何話すとか。うん、お酒は飲まれるんですか。あ、飲む。あ、じゃあもう酒飲みながら、多少ね、はい、うん、寝酒の時とか、うん、三又金八先生のネタやってだから先ほど見ましたけど花火100発溜まったらやります。じゃあ一人100発はさすがにかわいそうなんで。今のところ何発。今12発ですね、うん、あと、はい、80発近く上がった時にはやりますけども、そんな簡単にはやらないよ。あ、うん、あ俺に何が聞きたいっていう質問コーナーとかね、うん、うん、お酒飲んで配信で失敗しちゃわないように。俺ね、あの三又さんは絶対1ヶ月以内に炎上すると思う。いや、そう思うじゃん。、はい、俺別にあの、はい、お酒入って調子こいたツイートしたりとかしないタイプだから、はい、あ、ツイート見るとそうですよね、うん、確かに。意外とじゃあ、うん、あのあれですか、こうお酒で失態とか一切しないタイプですか。お店ではあるよ。お店ではあるけど、こういうやっぱりカメラもあったりとか、はい、まあプロですもんね。ツイッターとかではないですよ、うん、そう、三松さんね、ツイッター全然炎上したこと一回もない、うん、うん、ありそうでないんだよ、うん、そう、まあね、でも なんとなくこっちで、はい、今日俺はこんな話したいとか、うん、そうですね、っていう方がいいよね。そうですね、もう本当に、まあ、あとあの多分、はい、あの上半身裸になって、はい、今日のボディチェックっていうのやるかもしれない。お、今ゴールドジム帰ってるから今日もこれ終わったらすぐゴールドジム行くから。もうそうですよね、ジムの、うん、はい、このね、上腕二頭筋だ、大胸筋変わったでしょ。やばいっすよね、うん、うん、そう、はい、そうだね、うん、なるほど。あ、もちろんもちろん、ホワイティさん、もちろんアカウントの作り方とか放送の仕方とか、うん、今日はあの放送って生でこういうもんだっていうのを、うん、あの三松さんに見ていただくっていうのが、そう、うん、どういうものかね、うん、うん、なるほどね。まあまあこういう感じですね。うん、うん、分かった。はい、流れもこんな感じで、うん、うん、ねえ、三松さんふわっち来たら見るでしょう、みんな、うん、みんなこういうのはもうブロックすればいい、うん、こういうの花火花火ってふわっち配信者はこじきの集まり、あのね、それはこじきに失礼だよ。あのね、こじきの人たちっていうのはもう全てをもうその出世欲だとかね、僕は何をやりたいとか、はい、ね、そういうのを捨てた人たちだから。こじき以下ですか。こじき以下っていう、こうあなたから言われると腹立つんだね。
自分で言うのはいいんだよ。なるほどなるほど、そうそうそう、なるほど、うん、小杉以下です、うん、見る努力しますって見る努力、はい、うん、三又くん、アンチの洗礼が待ってるぞ。結構、うん、あのツン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 スピリチュアル攻撃をコメントでしてくるんですよ。やめなさいよ、潰すとか。バーガーありがとう。バーガーっていうのは何？バーガーもあのアイテムですね。その花火が一番高いやつなんですけれども、そのパフェとかハートとかバーガーとか、いろんな風船とかいろいろありますね。なるほどね、はい、うん、そうですか、まあ、じゃあとりあえずね、はい、あの自分の部屋でやれるように、はい、もう三松さんの部屋でもうやるんで、うん、次回は、うん、またあのツイッターの方、三松さんのツイッターで告知をする流れでいいですよね、放送やるとき、ここのここに見に来てください。ああ、そうだね、そうですね、はい、なのであの三松さんのツイッターがこちらなので、うん、三松さんの放送を見逃したくないっていう方はですね、うん、この三松さんのツイッターをフォローしてください。もっと見たい、花火ありがとう。あ、もう今はなんかあれなんだ、はい、ちょっとなんかもうこれ終わりそうだから、はい、そうですね、もっと見せてよって言って今引き止めてる感じですね。みよさんに聞きたいことある？何か、うん、あれば今がいつね、ちょっと開始するのか、ちょっと三松さんとお話しさせていただいて、後ほど多分ツイッターの方で発表になると思うんですけど、どうせほら質問あれしてもさ、はい、答えられる、あ、まあそうですよね、答えられる、こっちからね、はい、なんかそうですね、ああ、花火上がったら三股ダンス、三股ダンスは花火200。申し訳ない、三股ダンス花火200は絶対面白いと思うよ、うん、多分上がると思う、塾長さん来るんじゃないので、三股ダンスの方が、はい、あのすぐできる、あ、そうなんですか、みんな脱げばいいんだもん。あれでもあのカメラのアングルとか難しくないですか、お尻からっていう、あ、僕じゃあこうやってお尻から、ね、はい、聞いていくっていう、はい、やります。こんな感じですね。じゃあ皆さん本当にありがとうございました、うん、あの三松さんがこうふわっち参戦ということで、はい、まだまだ若干分かってないですけど、はい、なんとなく分かりました。ぜひ今後ともよろしくお願いします。お願いします。もしよかったらあのフォローよろしくお願いします。楽しかったです。映画は撮るからね。いいの終わって、あ、やります、うん、ちょっと今花火出たばっかりで。前はひどいやつだな。悪いけど撮るからな、本当に。三松さん、僕何個、はい、出た今日、はい、そうですね、そうですね、僕でも何個出た今日、花火、花火13発です。13発だろ、はい、俺でも思うんですけど、うん、三又さんやっぱり配信の感がいいっていうか、うん、なんかすごいっすね、なんかびっくりしてます。なんか増えてる、またツイッター増えてます、うん、ニコニコ監視員、花火、あ、ニコニコ監視員さん、あ、この人結構有名な人で、うん、あの宣伝してくれるんですよ。へ、あの、あ、でこれアルファさんって僕にカメラ教えてくれてる先輩なんですよ。おお、なるほど、はい、うん、アルファさん連絡ちょうだい、写真撮り行こう今度、うん、そうなんですよ。ここで友達になってんの？あ、そうです。どっかで待ち合わせして、いや、もう家にピンポンって来るんですよ。だからミマさんと一緒ですよ。ちょっと待ってくれよ、俺さすがにあのこれこの放送見ては来てないぞ。そう、ね、これ正直言 う, そう、ね、言うけどな、まあまあ流れ的にはっていうか、うん、君より怪しい人がさらに間入ってるから。そうですね、うん、そうですね、はい、まあまああの、うん、まあ全然もう知り合い、いろんな人ここで出会って、うん、あと地方とかに行くと、うん、なんか例えばツイッターで今駅にいるから10分だけどこの喫茶店にいるから、うん、なんかこうシールあげるよとかサイン書いてあげるよって言うと、こう集まって写真撮ってくださいとか、そういうなんかコミュニケーションが、怖くない？怖くないですね。へー、実際そのコメントでこう、うん、わーって言われて泣いたり落ち込んだりはするんですけど、うん、会うとみんないい人なんですよ。だからもう怖い経験って一回もないですね、本当に、うん、
オフパコもできるよって。このオフパコっていうのはオフパコってなんか下ネタみたいな。あ、下ネタですね。下ネタなの何あのオフっていうのはこれオンラインって言って、うん、オンっていうのはネットがオンな状態で、うん、オフっていうのは配信が回ってないことなんですよ、うんうんうん、だからプライベートって意味なんですね、うんうん、でパコっていうのはセックスのことなんで、オフパコっていうのは、うん、要は可愛い子と裏で出会ってセックスして、うん、で大体女の子が私誰々でセックスしたツイッターで書いてドカーンって炎上するっていう、バラされるんですよ、うん、バラされるの。そうです、バラしちゃダメでしょ。バラしちゃダメなんですよ、うん、でも大体バラすんだな。全員バラすんで、あのハニートラップには気をつけた方がいいです。ふわっちにもハニートラップあんの？めちゃめちゃありますよ。あのもうすごいですよ、ハニートラップ。可愛い女の子とか。しかも可愛いの。結構可愛い子いっぱいいますよ。はい、怖いね。まあまあとんでもねえババアも結構いるんですけど。はい、でもババア好きだったらいいじゃん。そう、ババア大好きなんですよ僕。僕ババア好きなんですよ。はい。そうですよ。あ、延長代なくだ。じゃあはいはい、ありがとうございます。うん、何延長？あ、これあの30分に1回こう延長をしないと、うん、プツって切れちゃうんですよ。うん、そうなんですよ。だからなんか YouTube の生放送版みたいな、はいはい、YouTube はなんかビデオとか動画の、うん、まあノリですけど、うん、生放送なんでライブに近いかもしれないですね、どっちかというと。なるほどな、うん、すごい面白いね。はい、今津さんはオフパコもネタになるからいいでしょ。ならねえよ。スキャンダルですね。ならねえわ。恥ずかしいわ。俺独身だけど目一個一個いるわ。ちょっと嫌ですよね、オフパコバラされたりして目一個一個から連絡来たら、目一個一個が職場でお前のおじさんオフパコっていうか、もうあのふわっちで花火くれくれ言ってる時点で多分バカにされると思うんで。多分バカにされると思います。なあ、はい、うん、すげえ言われると思います。あ、そう、はい、うん、なるほどね。あ、ちゃんまん、ちゃんまんね。何それ。あの佐野ってすっごい有名なおじさんがいるんですけど、うんうん、あのネットで伝説って呼ばれてる人がいて。何なのそれ、何の伝説なの。ですね、なんて言えばいいんだろうな、な、佐野の説明ってなんて言えばいいんだろう。なんて言えばいいのかな。なんか、うん、変なおじさんがいるんですけど、うん、なんて言えばいいの。どう変なの。なんて言えばいいんだろう、誰か説明できる。佐野の説明、まあ単純に言うともうゴミというかクズというか、うん、なんて言えばいいんだろう、うん、レジェンドというかね、うん、なんかもうすごいどうしようもないおじさんがいるんですよ。へ、はい、あ、そうそうそう、はい、じゃあさ、はい、その下ネタ、はい、言葉はいいんだ別に。言葉は OK ですけど、女の人は乳首は合うと、うんうん、谷間もダメですね、おっぱい強調したり。あ、で、あの下半身もうここはパンツ履いてたらギリギリセーフなんですけど、うん、ポロリしたらもう1ヶ月間放送できなくなっちゃうんで。あ、だからじゃあ見またダンスセーフ、ね、セーフなんですよ、ギリギリセーフです。パンツだけなんで、はい、ポロリは気をつけないといけないですね、うん、まあまああの それくらいですね。でトークはトークでバンになった例ないよね、下ネタね。放送禁止もないんだ。放送禁止用語は基本的にネットにはないですね。おまるまる子じゃなくていいんだ。もうおまんこって普通に言えますね。は、はい、だから多分そこ、まあでも、うん、大丈夫だと思いますね。もう放送禁止用語バンバン言ってるんで僕ら。うん、そうだよな。はい、うん。ネットなんで規制はないですね。あ、面白いね、はい。はい。だからもう喋りたい放題やってますね。はいはいはい。ただ芸能人の人で、あの、うん、酔っ払って生放送やって結構なんか炎上したケースとかも多々あるんで。あるんだ。ありますね。結構あるよね、あの芸人さんが生放送でっていう。だから泥酔した時とかは配信しない方がいいですね、絶対。うん、なるほど。はい、堤下さんね。うん、うん、淳さん炎上したっけ。淳さん炎上してないと思うけどな。うん、堤下さんド炎上したよね。酔っ払いすぎて、酔っ払って、うん、この電話をかけてきていいよって言って、うん、その絡みを放送に載せてたんですけど、うん、なんかそれで結構言い過ぎちゃって女の子が泣いちゃって、うん、
でネットニュースでなんかすげえ素人の女の子泣かせたって言ってすげえ炎上してましたね。ああそうなんだ、はい、逆にかわいそうと思って。大やけどしてたよね、うん、住下さんね、うんうん、どういう流れで三松さんがいるんですか。まあひょんなことから、うん、ひょんなことからねで三松さんがちょっと配信者になる参戦するかしないかっていうのを、うん、今日ねなんかあこういう人もいるんだ。マサゾーよく聞け、はい、芸能界からいられなくなるぞどんだけあんた力持ってるんだもう強気です。芸能界からいられなくなるぞって言われるほどそんなに活躍してねえから大丈夫だよ、うん、こういう人もいるんだな。そうですそうです。こうなんか言いたいんだな。言いたいんですよ。潰すぞとか。そうですそうです。もう51になるとね、それぐらいじゃ全然頭来ないぞ、はい、うん、はい、でもさっきからもうずっとあのもういっぱいコメント書いてるんで、多分三松さんのことすごい好きな人だと思いますね、はい、多分コメント拾ってもらいたいんですよ。人数が増えていくと あの読み上げられるから。これだからね、 SNS でよくありがちな、はい、この例えば芸能界からいられなくなるぞとかこういうことを言う人ってさ、はい、昼間すごいいい人だったりするんだよね。そうです。意外と結構いいところに勤めてるサラリーマンの方だったりして、なんかでこう、はい、ガス抜きしたくてこういうのするらしいね、はい、あだから会うとだって調べ、今のご時世、はい、あんまりにも変なこと書いたら調べようと思ったら、はい、まあまあそこに行けるわけでしょ。そうですね、住所とか IP とか全部ネットだったらバラけちゃうんで、うん、はい、まあなんかいろいろあるんだよ。そうですね、この人も。あでもいい人、結構やっぱり会うとみんな温厚な人だったり、えこの人がこんなコメント書いてたのみたいな、うん、あ面白いね、はい、51なのかよ、まあそうですね、悪いかよ来年52だよ、うん、ああもうそうですね、うん、でね、はい、じゃあ逆に今日フォロー少し増えたじゃん、はい、ツイッターの100人ぐらい行きました。どうだろうね、はい、ちょっと見てみましょうか、うん、最初1万と70いくつだったんで50だから80人ぐらい増えてますね。あ本当に、はい、じゃあ遅いねこっちに来るのが。そうですね、遅れてますね、うん、皆さんもしよかったらあのツイッター今だったらフォローバックしていただけるらしいので、三松さんフォローバックしてもらいたい方はあのツイッターフォローしてください。あのそんなに俺のツイッ、はい、まあ1万5000人しかいないんだけど、はい、フォロワーが、はい、あんまりねこう変なこと書いてくる人いない、うん、あのすごくいいリスナーさんだって、いいフォロワーさんですよね。そう、わかります、うん、あれなんだよ、アイコスさんね、あのふわっちはタイトル変えられないの、テロップ変えられないんですよ。何それ、うん、テロップって言ってこのタイトルですね、放送の。あ要は三松さんが来てるぞっていうタイトルにしたら、うん、お花火来たよ、来たよ、そうそうありがとう。もう今日で君との仲は悪くなりそうだ、はい、マジでやめてくださいよ、なんで仲悪くなるんですか。いやそりゃそうだろう、俺は花火代もらうもん当たり前だよそんなの。なんでのこのこと俺ゴールドジム行きたいのにここ来たんだから。セッティングやめようかな俺。何個あがった。ダンカンさんに言いますよ、あんまり。いやダンカンさんから言いますよ、うん、ダンカンさんにちょっとって、うん、まあ、言ったらあの人は 200% 俺の味方するよ当たり前だろうって本当のご時期になっちゃうだろう。そう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 、うん、なんで今日のギャラカップラーメンなんだよ、バカ野郎。バカ野郎、ただで買えるか、お前。間違いないです。うん、花火何個上がった花火好きだなぁ、ミオンさん。14個です、ここです。14個ってことで1万4000円だけど。はい、違う違う、1万4000円の半分です。7000円ですね。7000円。7000円です。はい、半分にする。半分、折半にします。折半にします。折半。それは、はい、はい、もう一人のフィクサーに。みなさん、こういうのって、ここで好感度上げとくと、うん、後でかっこよかったって言って、自分の家でやった時、ドカンっていきますよ。ここ、捨てたんです。今俺を騙そうとしてた。いやいや、知らんすよ。ここで好感度上げといて、うん、僕に全部渡した方が絶対いいですよ、みなさん。っていうことにしよう。そう。で、裏でもらう。そう。おー、よしくん、お疲れっす。うん。そう、駆け引きがね。
フォロバしろって言ってますよ、花火投げた人が。フォロバしろっていうのは何だろう。あのフォロー、かあのフォローしてくれるって言ったじゃねえかって、花火投げられるぞって。いや違うんだよ、遅いんだよね。そうそう、なんかね反映されてない。ちょっと見ていいですか、うん、ああ今来たから、はい、今来ました。なんか遅いですよね。うん、うん、来ない。遅いんだよ、反映されてない。あの多分家帰ったら今日の。ああ、され来ました。これ下に行くってやってもらっていいですか。あれ来ない、なんだろう。一人増えた、うん、なんかおかしいですね。こしっちゃん、こしっちゃん、まあ後でこしっちゃん入れたよ今、うん、はい、うん、ありがとう風船、ありがとう、こんばんは、ねえこさん、ありがとう風船、うん、あ、こしっちゃん、はいってね、はい、こしちゃんちゃんと、こしちゃんが今、うんうん、なんだよ、フォロワー200人ぐらい増えると思ったら、はい、そんなに増えないんだなそんな増えない、期待の半分ぐらいでしたそういうの俺、うん、はい、へこむな。なんかこれで自分家でやって、はい、今日が一番マックスで、今日が一番花火上がってたら俺、はい、本当にあの旅に出るよ。あ、そうですよね。あの和道以下かみたいな。うん、うん、あ、でも地道に増え、はい、本当に増えるね。そうですね。だからネットはやっぱり数が多く、毎日やってじっくり増やしていくみたいな。うん、ツイッター貼り付けないの？ツイッター貼ってるよ。ツイッターここですよ。あれ表示されてないかな？見えない？うん。あれ？されてないのかな？ツイッターよいしょ。これ。こちらです。皆さんツイッターフォローして、あの今フォローした人はフォローバックしてもらえるらしいよ。うん、こちらツイッターですね、三松さんの。うん、一回お蕎麦でアドバイス。そう、最近、はい、じゃあガス抜きしていいかな俺も。あ、もちろんもちろん。もうカメラこっちだもんね。あのね、はい、僕最近一番落ち込んだのは、はい、LINEなんですけど、はい、LINE でねやり取りしてる女性がいたんですよ、はい、うん、でじゃあ今度、まあまあ何度か会ってんだよ、はい、何度か会って何度かもうお食事もして、はい、みたいな、はい、何者かお互いもちろん分かってるよ、うんうんうん、おいでまあまあ盛り上がってきて、はい、しかもまあ相手の方、僕51ですけど相手の方は45歳で、あの子持ちね、うん、うん、まあまあそれはいいんだけど、うん、まあいい感じになってきて、じゃあ今度じゃあ改めて食事しようかみたいな、うんうんうん、だけどまあもう何回ももう食事してるから、まあ今度はもう朝までいようよ的な感じを言ってたんですよ、三松さんがですか。うん、 LINE でですか。 LINE、うん、電話でもそんなし、もう LINE でもそんな感じ。なるほど、ちょっとラブラブな感じを出してたんですね。出してたんだ、はい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 。そしたらさ、はい、なんだ、体感、はい、あっちがその LINE を体感できんだよ、はい、分かる。あ、大会あれは腹立つよね。くどいてた45歳の子持ちの方に LINE 逃げられたって話ですか。え、落ち込んだよ一人酒っていうか、どっちかっていうとあっちから来てたからね、はい、何してんのみたいな感じで。彼女募集中なんですか、ぶっちゃけた話。いや、もちろんそうですよ。どんな人がタイプなんですか、三松さん。いい子であればいいですよ。いい子、例えば年齢とかは。年齢はもちろん二十歳過ぎてる子で。二十歳、もちろんもちろん、それはそうですよ、うん、それはそうですよ、うん、何歳ぐらいまで OK なんですか。何歳、まあ二十歳過ぎから。俺年上、この間朝日芸能で、はい、あの熟女特集のインタビュー受けたからね。あ、熟女もいける。熟女も当たり前じゃないですか、はい、じゃあこの中に400人いる中で。やだよ、はめられんだろ。ちょっと聞いてみましょう。裏パコだっけ。オフパコ。あ、オフパコ。オフパコ。オフパコされたくねえよ。あの三又さん、正直ちょっとなんかお食事からでもちょっと私立候補したいみたいな。やだよ、裏パコだよこいつら。いないの。いや、オンですから、オンですから。だから女性に聞いてみましょうよ。私ちょっと立候補します、立候補しますって。解放さんこれ彼氏に振られたばっかりなんですよこいつ、はい、なんで俺が慰めなきゃいけないんだよ。ですよね、あ、めちゃめちゃブスですよこれ、ね、抱いてほしいって言ってますよ。嘘つけオフパコが。あ、この子かわいいですよ。この子え、この子かわいいですよ、ズワイガニちゃんみたいな。
ズワイガニってとこが怪しいよ。顔見ます？なんかチップ切られそうじゃん。いや結構可愛いですよこの子。1時間説教されそうって言われてる。しない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 。ねえ、多分あのいやだからね、はい、本当にねそういうね、はい、話戻すけどね、はい、あっちの方からね、はい、ぐいぐい来てたんだよ。それ勘違いじゃないですか。いやいやいや、それなのに。はい、急に俺がちょっとそういう風にしたら、体感する、大会するのはびっくりするね。あ、でも俺、あれなんでこれみたいな。昔よりもブロックとか、うん、そのネット簡単に切れるようになったんで、うん、人間関係がもうすぐそういう風になってるって言われますね。ね、うん、ネットは本当にこう後輩から、はい、オッケーっていう絵文字も腹立つけど、はい、スタンプ、はい、スタンプすんげー下の、はい、今までずーっと敬語で会話してて、じゃあ頼むねーみたいな時に、はい、オッケーみたいな感じで来るとこ、はい、舐めてんのかこいつって。皆さん、うん、LINE がスタンプが来る時ってどういう時かっていうと、うん、もうこの会話そろそろ終わりにしませんっていう意味が。確かにね、そこは俺も注意される。気がないんだって俺。ミラさんね、多分ね、ずーっと絡んでいくスタイルなんだと思う。うん、あ、ミラさん、ガタイやばいよ。本当に。そう、今言ってますよ。ガタイやばいなって。引きで見て。いや、まだまだですよ。ベンチプレス115だって。うん、で、この後ゴールドジムに行くんだって。そう。毎日鍛えてる。いや、それな、最近。うん、傷ついたかな。あ、まあ傷つきますよね。うん、なんかいい感じになってると思ったら全然既読つかないですもんね。そう、あれって、うん、ミナさんがやばいやばい、うん、これじゃ済まないよ。あ、そうだ、ミナさん PC PC パソコンないですもんね。また下ネタかと思ってる。違いますよ。なんだよ、なんすか PC っていう下ネタって聞いたことないですよ。ピュッピュッピュッみたいな。違う違う、ピーかと思うじゃん。PC か、なんだいおい、やめてくれよ。パソコン、パーソナルコンピューター。あ、それ PC ね。PC です、ね、うん。なんだっけ、この間ほら、さっき、はい、大臣が何わかんなかったんだっけ。なんだっけ、なんだっけ。USB です、ね。USB。USB です、ね。うん、俺、桜田大臣に、はい、いつも俺、桜田大臣、はい、見ると自分が責められてるみたいだ、ね。はい、うん。悪いけど、使ってますよ。スマートフォン。スマートフォンは使ってますよ。スマホ配信と PC 配信なら PC の方が画質いいからね。うわあ、大花火ありがとう。ほら、大花火ありがとう、解放。ありがとう。な、こういうさ、そうですね。肩に力入ってない会話で花火が出るわけだよ。え、ちょっと待ってください。もう配信論語り始めたんですか。いや、やばくない。本当にそう。もう三松さん配信論始まってる。三松さんね、やっぱでもなんか俺。配信向いてると思う、芸能界。でもそうそう、最近で言えばそうだね、はい、桜田大臣、うん、最高だね、あの人、うんうん、そうそう、連邦ってなかなか言えないよ、はい、連邦さん、なんか麻雀の役みたいですもんね。あの蓮舫もすごい蓮舫ですって、ね、あの返し結構サバサバしてる感じなんですか、蓮舫さん。蓮舫さんはね、はい、俺はまだオフィス来たの入る前ですよ、はい、スーパージョッキーで今までの歴代、はい、あの武さんの横にいる MC で、はい、一番良かったんじゃない、はい、もうキレッキレで返しも早くて、武さんも未だにたまにネタリされたりしますもんね、うん、あの政治のこととかで、うん、そう、うん、蓮舫は最高ですよ。蓮舫さん綺麗ですもんね、すごいお綺麗で。あ、PC の高画質で芸能人の部屋が見たい。どんな感じの部屋なんですか、三松さんの部屋。俺の部屋はね、はい、うん、正直逆に夢を壊すかな。結構男臭い感じですか。いや、例えばここってもう本当に個室ビデオみたいな感じじゃない、はいはい、オタクの部屋ですよね、漫画ばっかりで。オタクっていうか、はい、正直はこいつ気持ち悪いやつなんだろうなって。いい加減にしなさいよ、本当に。すぐ分かる感じの。なんすか、なんすか、なんでそんないじるんすか。ふわっちってこういう人みたいな。なんすか。ね、なんで今日三松さんめっちゃいじるじゃないですか。いやいや、いやでもだって本当に1ミリも裏切ってないもん、
あこのザなんかギターが中途半端にあったり、はい、なんすか中途半端、このワンピースのこのフィギュアがあったりとか、はいはい、1ミリもこう裏切らないんだよね、はい、あと中途半端な読書の数、ね、いやそれやめてくださいよ、読書家とも言えない、そういうのやめてくださいよ、中途半端にたまに僕こういうのも読んでますみたいなアピールも入ってる、そういうのよくないっすよ、僕の部屋なんで、あの本人目の前はちょっとやめてくださいよ、メンタルボタンですよ、ね、関して、はい、それに対して、はい、俺の部屋でまあまあ広い、あ広いんですか、広いから、はい、ちょっとね、はい、花火上がんないかもしれない部屋の広さ、あーなるほど、うん、金持ってる感が、そう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 、だから俺ここでやるわ、はい、ここちょっと待って、俺ビビナッツさんが来るの、うん、配信で俺の部屋でやると多分ね、いや俺の友達もみんな読んだもん、あさなんかなんか冷めるわって言うのよ、逆に、はい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 、あの雑誌の取材とかね、はい、髪の毛っていう雑誌があるんだけど、はい、インタビュー雑誌ね、はい、そこの編集長も行かれてるから、はい、あのすごいんだよ、河本大翔から俺までインタビューするような人、へえー、すごい、でその人が俺の部屋来た時に言ったのが、はい、わなんか冷めるわでこんないいとこ住んですかわなんか取材もうやめますって言い出したんだよだからあの花火上がんなくなるわ、あだからやっぱ貧乏くさいのがいいんだからやっぱここにするわ嘘っぽいの、ここで 俺部屋代かあのレンタルであの出すから全然 OK っす、全然 OK っす、うん、はい、でもなちょっとめんどくせんだな、ここまで来んのな、お酒とか何がお好きなんですか、あの普段僕はね最近家で飲むのは、はい、あの宝缶チューハイのドライです、はい、あの僕甘いのダメなんで、酎ハイなんだ、はい、なんか日本酒っぽい感じがしますね、どういうイメージですよ、日本酒はダメ、あダメなんですね、うん、あれはあの気違い水だから、はい、あ気違い水、うん、どんな人でも気違いになるの、はい、だから江戸時代っていうのはああやってすぐ人殺せたんだよ、はい、もうあの水みたいに日本酒飲むからだんだんエンジンかかってきたな大丈夫か、なんか不安になってきたぞ、日本酒のおかげだから、あなるほど、気違い水、そうそう気違い水って言われてんだから放送禁止用語出てきたぞ、うん、なかなかレアだよね、うん、テレビじゃ絶対見れないからね、いやいやいやでもいいね、はい、やっぱ堂々とこう、あそうね、カメラ目線で、はい、キチガイ水言えるんだもん、言えます、うん、おまんこすでもこれネットニュースのやつらが今書いてるかもしれないですよ、ヤフーニュースかなんかで、宮田がそんなこと言う、そう関係ないだろ別に、はい、それはそうですね、テレビじゃないですもんね、うん、そう、はい、うん、いいよいいよっつって乗ってきてますよ、みんないいよこういうのでいいよいいよなの、笑っていうのこれ笑いなんですよ、あなるほど、 W ってこれ笑ってるって意味なんですよ、でもね、はい、本当にあの思いますよ、はい、最近やっぱり僕もね、はい、その家にいて、はい、もうか俺は芸人じゃない、俺は何なんだろう、俺今日一日中テレビ見てたんで、もうテレビウォッチャーかなと思う時があるんだよ、はい、それが最近ほぼテレビを、俺職業テレビウォッチャーにしようかなぐらい、何言ってるか全然わかんないですけど、いやどういうことなんだけど、いやだからずーっと 家にいてずーっと出る側のはずが、なんで俺家でずっと見てんだよって言って、ちなみにで一人だから文句言ってんだよ、何言ってんだよお前、なるほど、嘘つけ、テレビに向かってぼやいてるんですね、そうだけどね、あのね、はい、結局ね、はい、あの、はい、地上波っていうのはね、はい、嘘ばっかりなわけですよ、結局はスポンサーさんがいて、はいはい、あね、これ言っちゃいけない、あれ言っちゃいけないっていうのもあるありますよ、ね、どういう放送になるか、はい、当たり障りない、当たり障りない、思ってもいないことを言う、うん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 、放送になるんだよね、まあしょうがないですよね、うん、僕らはその代わりネットの自己責任、うん、要は警察とか裁判沙汰にならなければ、うんうん、だからリスナーさんとこうやって和気あいあいとできるんで、そこは強みかもしれないですね、そうだね、でもこれ5年後、はい、10年後怖いのが、はい、逆転の恐れあるよね、テレビとですか、そう、うん、あでもそうか、それ綺麗事好きだからな人間は、綺麗事はテレビで見たらいいんだよね、うん、ちょっとまだ分からないんですね、A 面があるから B 面があるそうあくまで B 面なんで、うん、これ B 面だけど本当にいい曲がない B 面だよねひどいなこの B 面っていうね B 面それもいつの間にか良くなるからね
あれ、うん、でも三本さんあれですよね、ふわチェックしてみたんですよ、うん、見る方。あ、み何度か何を見たんですか。なんかね、昨日見たんですよね。昨日一昨日ちょっと見たんだけど、はい、やっぱ女性の見るんだけど。はいはいはい。なんか路上で缶チューハイ飲んでる人がいた。はい、え、うん？女の人で路上で。女の人で缶チューハイ飲んでて、はい、セックス3週間前にしたかなみたいな。大丈夫ですか30歳の子で。30歳ですか、うん、ちょっと見入っちゃったりなんかしてね。ちょっと、もうちょっとしたら俺、しころうかな、バカ野郎。しこれるか。結構可愛い感じだったんですか、まあ、ブスじゃなかった、ね。お誰だろう誰だろう、うん、?30 代で、ここ最近で、缶チューハイ飲んで、セックス3週間してない女性、誰、うん、妻でやん。やっぱ妻には持ってるんだよな。妻にゃんの可能性高いよな。寒空の下、路上で缶チューハイ飲んでんのよ。それツバニャンっていう有名な女性ですね。あ、そうなんだ、はい、みんなツバツバって書いて、はいはい、ツバニャン、いや持ってるな、やっぱり爆速決定っつって。あ、はい、あの悪名高い女性ですね。あ、すごい、はい、そう、それで酔っ払ってくると、なんだよ全然花火上がんねえななんてさ。上がるかお前、なんでお前の愚痴にちょっと上がるんだよ。分かんなかったよ。そうですよね、まあ、見てる方からすると冷静ですもんね、うん、何言ってんだこいつって感じですよね。そうそうそう、結構見てみて、うん、なんか新しい文化じゃないですか、うん、面白い感じなんですか、どうなんですか。やっぱこれは自分でやらなきゃ面白くないな、はい、あ、そうですよね、やる方だったら可能性、うん、はいはい、そう、まあ、見る方プロですもんね、おしゃべりも、いやっていうか、そう、はい、なんかやっぱり何でもかんでも自分やる方が好きだからな、うん、そうですよね、うん、ただ、はい、やっぱりこれ自分の部屋で一人ってなると、これなかなかだね。最初僕セッティングにお伺いしますよ。あ、はい、多分俺の部屋に来んの。あ、多分腰抜かすよ。はい、ですか、言っていいですか、うん、嫌なの。いや、いいんだけど、ここででもいいよね、じゃあ。なんで、ここ押すのやめてくださいよ。ここで前、もうしょうがないから、なんか、はい、ここ、なんかわかんないけど、ちょっとね、勇気づく部分もあるのよ、なんか。なんか、思い出すんですか、なんか、そう、なんか。若い頃、うん。若い頃っていうか。はい、三松さん、だけど、めちゃめちゃあれじゃないですか。ワンピース好きなんだ。大好きですね。ジャンプ、バキとか好きですよ。だからダメなんだな。ね、やめてくださいよ。ね、いや、そういうこと言うと、あれですよ。ワンピースファン敵に回したんですよ、今。で、いいですよ。もう、ワンピースダメですよ。ワンピース面白いですもん。あのね、僕がね、はいはい、今まで芸人人生。はいはい、あ、でもこういうのも自分の時の方がいいな。また花火上がるもん。ネタは取っといた方がいいですよ。うん、え、じゃあ、三松さん、好きな漫画何なんですか。僕は、はい、なんか最近ね、はい、日本三大アニメって言われてるらしいんだよ。サザエさん、ドラえもん、ちびまる子ちゃん、で、ワンピースらしいんだよ。ワンピース、はい。ね、はい、そうで、ワンピース、はい、俺ちょっと、はい、その当時、はい、見てなかったから、はい、で、漫画はちょっと勢力いるから、はい、じゃあボックスで DVD で借りて学習しようと思った、はい、アニメ、うん、はい、で一番もちろん最初から借りたんだけど、はい、そこでね、もう僕はね、はい、ちょっと待てと、はい、ふざけるなと、はい、みんな目を覚ませってことがあるんだけど、これは自分のふわっちの喋り。あ、なるほどなるほど、引っ張るな引っ張るな、なんかで、これを俺はある意味笑いにもなると思って。おー、ワンピースネタか。ワンピース、皆さん目を覚ましてくださいと。ね、はい、っていう、まあ、はい、いわゆるそういう手法じゃない、お笑いっていうのは。そうですね。そうですね。味方が多いっていうことは、反面も多いっていうことだから。わ、はいはい、かる言ってる。もうわかります、わかります。ね、全員が、なるほど、ワンピース好きなわけがないんですよ。なるほど。好きな漫画は何なんですか。好きな漫画は、1、2の3、四郎。あー。とかね。世代が違う。まあいいんだけど、ね、それでワンピース皆さんで、それを俺は、はい、よし、これは、俺今まで R1 って、ピンのやつ、はい、で、最高俺、準決勝まで行ってる、はい。で、その時、僕がよく言われたのは、はい、千原ジュニアに言われたのは、はい、皆さん、付け焼き場で準決勝まで来たのは偉いけど、ね、いやでもこれ才能じゃん。付け焼き場で準決勝行っちゃうんだよ。はい。
で次の年付け焼き場だの認めるんすか。いや認めるよ。それで準決勝まで行くんだもん。ジュニアさんちなみに後輩なんですか。後輩だよ。後輩付け焼き場っていう、うん、後輩に言われましたよ、はい、これ真剣にやってる人に失礼だと。ただやっぱ決勝まで行けなかったでしょって、それはあいつ滑らない話でも喋ってんだけど、はい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 、でもあ、俺付け焼き場で準決勝まで行ける才能を持ってるわけですよ。次の年にじゃあ本気だ、本気でやったろうって言って、はい、俺はそのワンピースのネタをぶつけたのよ。はいはいはい、R1 で。R1 で。本域のネタですよね。本域のネタで、はい、よしじゃあ、はい、はい、ワンピースをディスるネタをぶつけたわけですよ。はい、あの3回戦って一番空気がいいの。あの無限大ホールで、はい、300、400人バチッと超満員。はい、で僕は何度も経験あるから。はい、もう無限大ホールドッカンドッカンで今年決勝だなって、はい、そのワンピースディスりネタバチーンってやったら満杯のお客さんがシーンとして空調の音だけ聞こえるんだよ。クーッてって、はい、で俺その時のネタが、まあね、内容は言わないんだけど、最後覆面レスラーが記者会見で興奮しすぎて、はい、最近自分が腹立ってることにこう、はい、ずれていくっていう、それでワンピース、はい、あとよこれだけやらせてこれ、おいワンピースっていうのが俺の中のメインだと思う、はい、おいで、はい、興奮しすぎて、はい、ふざけるなーって言って覆面レスラーのに覆面を脱いでバーンって叩きつけて帰るっていうのがオチだったんだけど、あまりにもウケないから覆面取る勇気なくなって覆面かぶったまま袖はけたんだから。まあ、あの、うん、全然面白くなかったですね。いや、だから、いやいや、まだ内容言ってないじゃん。まだ内容言ってないじゃん。ネタですもんね。これはセンスなのよ。君に今度言うけど。あ、そうですよ。その、はい、教えてください。俺の内容が、はいはい、ワンピースすごい好きなやつがつい吹き出すのよ。つまり、R1 の時はちょっとまだ言葉が足りなかったんじゃない。ああ、なるほど、なるほど。表現が。なるほど。今はもう熟してると。熟した。そのネタは。うん、はあ、大丈夫ですか。空調の音聞こえないですか。コメントピタって止まりますよ。つまらないと。いやいや、さっきまで盛り上がってたのにピタって止まります。花火出せ。ああ、ね、だからそういうこともあるんだよ、ね。はい。ゴールドジムに早く行けとか言う。なんでこうエンジン入ると急に花火出てんだよこれ。あ、でもそういうところありますね。やっぱ話が面白いと聞き入っちゃうとか、うん、なんか独特ですね。なんか。ぼーっとしてた時に急にドーンって来たりとか来るんで、もうわけわかんないです僕も。わかんない。また独特、またタイミング間違えてるっつって。あ、でもなんか面白いね。さっきテレビじゃ見えない話言って。いやだからワンピースの俺は話で言うと、はい、例えば俺、はい、今日喋んないけど、はい、こうだろっていう話、はい、すごく気づく場合あるからな。はっ、どういうことですか。ミオさんありがとう。僕今までルフィルフィ言ってましたけど、はい、ですよね。だから宗教と一緒だよ、はい、あの間違った宗教に対して、はい、いいか、はい、あの人はなって言って、はい、気づいた時にすごい感じ、はい、感謝するじゃない。あ、なるほどなるほど、うん、脱洗脳みたいな感じ。そう、そういうような部分もある。おお、うん、でもそのネタ受けたとしても、うん、出版社絡んでるんで、うん、テレビで使えないネタじゃないですか。決勝行ったとしてもそんなことはないですよ。大丈夫ですか。ネタだから。あ、ネタだから大丈夫ですか。そうそうそう、はい、うん、なるほどなるほど。あ、俺の手のひらのような男だなお前は。あ、なんすか。これ見よがしにルフィの、はい、あの、はい、フィギュアがあるな。フィギュアあります、あります。これバカの証拠だからやめてくださいよ。もう何言ってんすか。ほんといい加減にしてくださいよ。何なんすかバカの証拠とか。でもバカって可愛いじゃん、はい、ちょっと、うん、バカほど可愛いものはないよ。あ、なんかそうなんかあれっすね、アメとムチめちゃめちゃ。いやいやいや、それはそこがお前のいいとこだもん。そのルフィが好きっていうさ、はい、めちゃめちゃ好きっすね。 1+1 は2しかねえんだ、はい、こいつはっていう感じがいいよ。おうん、なんだろう、なんか虜になってきたんだけど。そう、三松さんワールドに引き込まれてきたんだけど。でもあのタトゥー入ってる子は好きだよ俺。タトゥー入ってる仲間で、はいはい、ルフィの仲間で。誰だっけ。ナミ。うん、あの女の子っすよね。な、持ってんのかお前。はい、持ってますよ。どれ。あの一番ルフィの横ですよ。あ、あれオレンジ色の。あれ衣装変わった。衣装、あれはフィギュア高いやつなんで。 あれはじゃあ持って帰るわ。持って帰るんかい。ナミ。ナミですね。ナミの、はい、
だから俺は言いたいのは、はい、ナミとかみんないいのよエピソードが、うんうん、ベルメールさんだ。例えばナミで言う、最初思ったわけ、はい、青少年が見る漫画、はい、アニメなのに、はい、タトゥー入ってるわ、うん、巨乳だわ巨乳は別にいいじゃないですか。いやでもあれの作者に言いたいけど、はい、あれ全部巨乳やめろ。全部そう、貧乳キャラ欲しいですね。貧乳欲しいよ。貧乳好きですか。最近からね、うん、50になったら急に貧乳のあのなんかすいませんみたいな感じがする。50になってからだけど、まあ、だけど、はい、ナミのタトゥーの理由、はい、あれは泣けるよ。めちゃめちゃ好きじゃないですか。いやいや、そうなんだよそう、俺はファッキンルフィだもん。あ、ルフィが嫌いなんだ。ルフィが嫌いって、ルフィの、はい、おい、ここどうしてくれんだよっていうことです。なるほど、うん、それでもそれ以外は全部完璧です。それ、あの、本ちゃんの放送あるじゃないですか、三松さんのアカウント作って、はい、それ聞けるんですか、はい、もちろん。お、あの、空調が聞こえた滑ったネタが聞けるらしい。うるせえよR1 の予選でドンズベリしたネタが、伝説のそれ YouTube で拡散しようぜ三松さんにつまんねえっつって。いや、それはその当時言葉が拙かったからね今はもう、そう、熟してもう決勝される。最初の作品なんていうのは全てそうなんですよ北野作品だってそうです、はい、ソナチネだって映画館ガラガラだったんだ。あ、北野さんの話だ、たけしさん大好きですよ、うん、みんな本当に。いや、もうたけしさんの、うん、あの北郷さんのライブ行ってる人とかもコメントくれるんですよ。あー、はい、なるほどね。だからすごいもう、うん、でもほら、俺が今またなんかたけしエピソード言って花火上がるの悔しいじゃんあ、それは取っといた方がいいですね。こんな部屋で花火がさこんなってやめてくださいよ。燃えちゃうよこれ。もう燃やさないでください。なんで燃やすんですか本当にジョージャンズって書いてる本当、はい、なんか俺がグッとくる漫画本が一冊もねえなはい、すいません。はい、ないでしょう。世代が違うんじゃないですか。いや、世代を超えた、はい、さあ、はい、僕タッチ読んでますよ今。タッチはな、宮崎微妙ですか。ナウシカとか、ちょっと違うかもしれないですね。グラップラーバキね。グラップラーバキ大好きですね。はい、バキ外伝は、バキ外伝サガですか。いや、猪木と馬場のやつある。あー、もう大好きですね。家、実家にありますねあれ。はい、ああもうあれ関根勤さんのモデルのキャラクター出てきますもんね。そうだっけ。はい、出てきます出てきます。うん、そうか、はい、じゃあまあ、はい、これ帽子取ったら花火上がんないの花火グイグイ行くじゃないですか。でももう取っちゃったじゃないですか帽子花火。あ、取っちゃった取っちゃったじゃないですか。引っ張らないとダメですよ引っ張らないとあ、なるほど。もう帽子取ってって言ったら花火くれたら帽子取ろうかなみたいな。取っちゃったよかぶったら花火ってな。もう無理です、もう無理です。もう無理です。もう無理。その無理。それは無理。いや、ほんとね、ヨッサンと同タイプだよね。帝王と同タイプっていう。なぜそのヨッサンって何なんだよ、さっきから。あ、いや、似てるっていう、その。ヨッサンに？うわお、ほらハゲって。お、ハゲ坊主花火。嬉しいね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか俺癖になるぞこれ。いや、どうすか。面白いですか。やってみて。面白いけど。はい。これ一人の部屋でやるのは辛い。慣れかな。はい。慣れ、そうですね。さ、まあ一人、まあみんな一人ですけど、うんうん、それが嫌な人とかは、うん、なんかまあ飲みに連れて、例えば僕とか呼び出していただければ、うん、全然なんかお前カメラ持ってろみたいな、はいっつって持ってますよ。ああ、なるほど、はい、なんか、まあコラボって言って、あ、俺の花火こじきになるとか。あ、全然、そんなしないっす、しないっすはい、全然お、ツイッター、うん、皆さんツイッター、あ、来てますね、来てますね。あ、これ下にガッてやるんですよ。多分、こうやってやるんじゃないかな。あれ、できない。なんでしょう。なんないっすね、なんだろう。詰まってますね。古いからかな。多分、バージョンアップした方がいいかも。6S だから、俺。ああ。うん、うん、いや、うん、うん、よっさん今日話題に出すかな。三松さんのことディスるかな。あの、ディスっていう文化があるんですよ、ラッパーみたいな。
なんか悪口をとにかく言うんで、多分今日ヨッサンっていう人が三松さんに悪口を言うかもしれないです。まあヨッサン。ヨッサン。仲良くやろうよ。ヨッサンは酒飲みながら愚痴ると思いますね。なんだよとか言って。たださ、はい、あの、はい、なんていうの、悪口って。はい、言ってるうちに寂しくなる時ってあるじゃん。はい、ありますね。ない？あります。で、そういうやつに人って集まんってこなくなるんだよ。めちゃめちゃ集まるんですよ悪口言うやつほど集まるんですよ。あー、そうか。あの、誰も言わないからかわかんないですけど、新橋の居酒屋みたいになってます。本音とも違うし、なんだろうな、なんかネットの独特の文化で、もう多分三松さん今日多分めちゃめちゃ言われると思いますよ。本当に？はい、言われると思います。はい、はい、でコメントで来ると思いますよ、そのヨッサンっていう人もいつか。ヨッサン、はい、ヨッサンとにかくなんかそういうのを見つけてうわーって言ってくるんだ。はい、そうです、そうです、はい、やるなヨッサン。ダンカンさんの悪口言ってました。ダンカン塾って番組やった時に。ああ、なるほど。はい、まあ、何回そういうの言うのが自分の使命みたいな。そうです、そうです、そうです。感じなんだ。そうです、そうです。もう噛みつきキャラなんですよ。そうか。はい。ですね。でもなんか、でもさ、面白くないリスナーさん、なんかこのさ、なんか芸能界の人、タレントさんとかさ、芸人さんとかさ、数々来たじゃん。だけどさ、なんかテレビっぽかったけど、なんか三又さん違くない？なんかなんか俺なんでちょっと笑ってんの？いや、違う、あの、いいっすか、本音言っていいっすか、うんうん、なんか僕、ハニートラップに引っかかって大炎上すると思うんですよ、うん、か、ね、酒酔っ払って、それはない、うん、で、なんか配信に噛み合ってない？なんか俺、なんかすげえ面白い予感がするんだけど、うん、これマジでマジで、うん、どう？なんか期待大じゃないハニートラップ引っかかりません？いや、うん、そこはだって、はい、だってここで繋がるってことでしょ、ここで、はい、こう裏で DM、うん、LINE の DM とかって、あ、Twitter、うんうん、あれで俺だってそれはもう、それでもあの一回あってさ、 Twitter でさ、え、もうすでにあるんですか？ Twitter でね、え、ちょっと、え、配信始める前からもうすでに、あ、もうあるんですか、ハニートラップが。いや、っていうかハニートラップじゃないんだけど、はい、なんすか、なんすか、あの、はい、やっぱツイッターでつながると、そうやって、はい、あの DM、はい、ダイレクトメールができるようになるじゃない、はい、はい、できますね。ね、藤田さん、なんかさ、俺たまに本当にさ、伊集院静香さんっていう小説家が好きで、はい、たまにこうアホみたいに最後の章は、はい、あの逗子の海岸で読むみたいな、はい、わけのわかんないことをしてんだよ。はい、もうポーズだけなんだけどな、はい、なんかそうやってこう気持ちよくなりたいみたいな、はい、だからよくそっちの方行くわけよ、一人で、うんうん、え、一人で小説を読むたびに逗子まで行くんですか？そうそう、あの、その伊集院静香さんっていうのは逗子にゆかりのある方、はいはい、あ、なるほど、だからなんかこう、はい、同じ空気を吸いたいみたいな、あ、はい、うん、はい、読書家気取りですよ、はい、そんなもの、はい、まあそれはいいんだけど、はい、そしたらなんか素敵ですねみたいな感じでこうツイッターしてきたからフォローしてる子が、はい、あれと思って、はい、これいけるで、私その辺住んでるんですみたいな、おっ、ちょっと待ってください、来たと、いけるってなんですか、うん、はい、いけるっていうかパコれると、あ、パコれ、もう覚えたんだこれパコるぞと思って、はいはいはい、ワンチャンあると、あ、はい、ここでか DM はと、はい、そうです、うん、ダイレクト、熱い顔してるな、ダイレクトマンコダイレクトメール、はいはい、ダイレクトメールを、うん、ね、はい、ダイレクトメールだと思って切り替えて、はいはいはい、あ、DM しましょうって、うん、あ、DM を送って、送って、はいはいはい、あ、そうなの、鎌倉なの、なんて言ってやり会話してたんだよ、はい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 、そしたらどうなったんですか、そしたら、はい、だけどなんか直球でじゃあ鎌倉あたりでじゃあデートしましょうっていうのもちょっと、まあまあまあ、直球すぎると思って、うん、はい、なんかねえかなと思ったら、はい、春北郷と俺の後輩が鎌倉でライブだったんだよ、はい、はいはいはい、いいじゃないですか、誘うのに、それを誘って、はい、その後食事行って、はい、パコろうと思って、はい、後輩の芸人さんのライブ何やってんですか、でまずじゃあ北郷のライブ鎌倉でたまたまあるからさ、はい、ってやって、はい、
そのメールで会話してたら、どうもその会話してたら、あれったら、はい、それ来た方の、実のお姉さんだった。やばー、何や、だ、わ、わかった、北郷さん。何やってんすか、それで俺、はぁーって気づいて。何やってんすか、今。散々。何やってんすか、散々飯だなんだって言ってたのに。はい。ね、お姉ちゃん、はい、みたいな感じで。何やってんすか、急にあのメールが、ものすごくぶっきらぼうになって、はいはい。北郷さんのお姉さん口説いてたんすか、口説きそうになった。口説きそうになって、でもバレてますよね、絶対その。いやいや、もちろんだってこれは言ったもん、北郷にも言って。もちろん北郷はすぐ言うじゃん。まずい。危なく恥ずかしかったよ、俺。もし、北郷の姉ちゃんが弟のライブとか言わなかったら、普通に俺北郷のライブ見ながら、はい、姉ちゃん見てニヤニヤしてたからね。はい、お違う、僕、そういえば、この前、北郷さんのお姉さん会いましたよ。あったろ会いましたよ。お姉さん口説いた、口説きそうになったんだ。会うとそこそこブスなんだよ。やめとけ、もう。そう。いや、やばいね。いや、俺絶対見ますだから、とにかくそういう。絶対いいぞ。いいぞ、いいぞ。いやいや、俺はだからもう、こういうので、誘ってきた女性なんかにはもう絶対見る気もしません。なるほど。引っかからないぞと。引っかからないです。これ、まあ、振りだな。これ100% 振りだな。本当に。じゃあこれのっていう文化があるんですけど、うん、こう手を挙げるのって、うん、ネットの絵文字でのって言うんですけど、うん、三又さんのふわっちでハニートラップに引っかかると思う人は手を挙げてください。のって書いてください。で、三又さんはハニートラップになんか引っかからないっていう人はへって書いてください。これ手挙げる。へっていうのは、うん、三松さんはハニートラップに引っかからないって言ってくれてるんですよ。うん、で、ラフィールさんとか、うん、のって書いてるのは、引っかかるよ、うん、三松さんって言ってるんですよ。いや、引っかかんない。まあ、引っかかんない、引っかかんないって。みんな引っかかるって言ってますよ。みんな引っかかんない、引っかかんないって、俺、歌舞伎町で3回同じ店にぼったくられてるからな。どこですか、うん、でも店の名前は言えないですよね。うん、はい。なんか記憶が蘇ってくるんだよ。はい。あれ、なんかこの感じなんか覚え、うわ、またやられたよみたいな。いくらやられたんですか。いや、でもね、その当時はね、はい、若かったからね、はい、財布にあるのをね、全額、はい、って言ったって2万とかさ、あ、それぐらいで、リアルじゃないですか。電車賃だけ残されるみたいな。かっぱかれたんですね。うん、面白いな。いいっつって。まあね。いや、いや、すごいな。合いの手、はい、で、じゃあこれ、はい、普段は一人でやってんの？一人でやってますね。はい、もう完全に一人で。あ、そう。まあ、たまに彼女が映って一緒に座って。彼女映してんの？映してます、映してます。っていうか、彼女との出会い、僕4年前からリスナーだったんですよ。見てた人なんで。はい。そうなんですよ。わかんないよ、本当に彼女かどうかわかんないよ。はい、いや、彼女ですよ。もう、はい、何かをはめようとしてるかも。いや、もう付き合って2年なんで。2年のって余裕ですよ。ハニートラップなんですか？そう、長いハニートラップで。長い、マジですか？うん。映画の資金とか全部持ってかれるよ。持ってかれるかもしれないですか。うん、はい、そう、このパソコンも、このモニターも、うん、リスナーだった頃買ってくれたんですよ、彼女。さ、はい、それ、彼女って言えばいいと思ってるだろう。本当ひどいな。俺そう、じゃあ付き合う前の話ですから。そういうのはもう無理だわ。付き合う前の話ですから。お前ひでえな。なんでそれやめてくださいよ、なんかそんな。うん、でもそう、はあ、こんだけパソコンも買っていただいて、はい、何、はい、パソコン2台、はい、買っていただいて、はいはい、そんなお前さ、甘いわけないだろ。なんかあるよ。ないですよ。本当。もういいとこ連れてってますよ、ご飯とか。ご飯ぐらいだろ、はい、ココイチとかだろ、はい、サイゼリアとか。サイゼリアとかだろ。そうそう。ああ、そうか。そうなんじゃ、もう、全部ここで、はい、全部完結してます、ね。完結してるんだ。まあ、携帯電話の場合だと、うん、外なんで楽な時、例えば、外出先とかの場合は、携帯電話で僕はやっていて、うん、で、基本的には画質がいいのはパソコンの方なんで、うん、家ではパソコンでやるっていう、使い分けてますね。なるほどね。はい、面白いね。じゃあまあ大体、はい、うん、分かってきたんで、だんだん、うん、いい感じですか。うん、はい、これもう1時間ぐらいいる、なんだかんだ。2時間もう結構がっつり喋ってますね。がっつり言ってますね。結構楽しんでるじゃない。はい、結構さすがにだんだん疲れてきたわ。そうですよね。そろそろじゃあ終わりにしますか。はい、あなたが疲れてきてる。いや、そうですね。結構引っ張ったもんな。引っ張って。
結構緊張してますよ僕。だってやっぱ子供の頃三松さんやっぱり見てたんで。あ、そうなんだ。いや見てました見てました。そんな男からな花火台取られるとは思わなかったな。甘くないんだよ人生っていうのは。甘くないですね。そらそうよ。テレビで見てたんだけどな俺。すげー見てた。じゃあ今日はこれぐらいにするか。そうですね。はい。あ、じゃあ最後になんですけど、三又さんのツイッターがこちらになります。で、三又さんのふわっち始めるときは三又さんのツイッターで、あの告知を流しますので、ぜひこちらの方をフォローしてください。で、今日に限ってはフォローしてくれた人は三又さんをフォローバックしていただけるらしいので、うん、面白かったみんな。三又さんの放送始まったら見に来る人手挙げて。三又さんの放送見に行きますっていう人、うん、どうだった今日の放送。びっくりしたでしょ、うん、俺これ声ずっと上ずったもんね。あ、みんな見に来る、武田鉄矢やってよはすごいですね。やっぱりみんな言うんですね。あ、面白かった、ありがとうございます。じゃあぜひ皆さん見に来てください。行きます、ね、近いうち、うん、うん、でもなぁ、え、ここで俺の放送はできねえの、はい、あくまでここでやりたいですか。なんかまんざらなんか心地よくなってきた。いいですよ、いいですよ、いいですよ、全然。だけど、はい、それはできんの、はい、俺のページ作れんの。ここ作れます、作れます。 でも僕あの日銭稼がないといけないんで、うん、三松さんがいるとき僕外に出て僕放送するかもしれないですよ。あ、なるほど。だって三松さんが放送やってるとき僕食えなくなっちゃうんで。ああ、そっかそっか、はいはいはい。でも全然いいっすよ、ここでやっても。いつでも来たよ、みたいな。どっちでも全然僕は。じゃあこれやりやすいっすもんね、画面。でかいから。そう。はい。全然、全然。来ていただいて。まあいいや。はい。まあそれおいおい。おいおい。はい。うん。じゃあ。ですね。居心地いいんだねって。いや、多分ね。ちょっといいんだよ。悔しい方ね。パソコンが多分ね、あの、ミオさんパソコン持ってないですよね、今。持ってない。そう。だから多分パソコンが楽、楽しいんだと思う。パソコンの画面にバーンって出てるから。なんで人を桜田大臣みたいな、なんか。USB。PC のことなんて言ってましたっけパーソナルコンピューター。なんだ、オフパコかって言ってましたもんね、さっき。はい。ということで、皆さんありがとうございました。どうもー。ぜひぜひ、今後ともよろしくお願いします。お疲れ様です。ありがとうございます。